はい、よろしくお願いします。話と、話しようと、あれ、話しようと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 、こっちか、はいはい、どっかから音声出てくる、はいはい、これこれだね。あ、聞いたんだ。こっちの音声だ。はい、じゃあまずは始まったのが、ヤソが、これ懐かしいね。懐かしのティムールエネルギーとタイチミックフード。チミックフード。どっちが強いと思います。まずは始まったのが、いや、僕はちなみにチミックフードの方が強いと思います。そうですね。オープンの方が強そうなイメージありますけどね。ただまあチミックフードの方もやっぱフライヤーへの耐性は結構低いんで、クローリーブリンガーとかね、そういうところでどんだけ走る。これでこれね、ヤソの。おお。いきなり出たサンターメオコ。おお、早速ね。おお、しかしこのハーベスターもパクられるんじゃないか。おお、早速ね。え、さすがにないか。このハーベスターもパクられるんじゃないか。なんでこれ音声入ってるの。配信されないか。今調べてるんだけど、ゲイン。なんでこれ音声入ってる。もうミュートになってる。こっちはミュートとか。確かにね。あ、なるほど。確かに。え、入ったっけ。はい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 。確かにね。なるほど。確かに。え、トラッカーたくさん入ったやつだよね。なんで音が出てるの。マジか。だってこうなると結構、まあハーベスターがどんだけ殴るかみたいなところだね。え、トラッカーたくさん入ったやつだよね。ミッサハイドロイドのラインどれもきついね。その同じようなミッドレンジ枠なのに、その相手の方だけスケールがでかいから、はいはいはい、これはかなり不利なマッチアップじゃないかな。ディスコードかな。ハイドロイドのラインどれもきついね。その同じようなミッドレンジ枠なのに、その相手の方だけスケールがでかいから、はいはいはい、これはかなり不利なあれかな。2ターン目猫からビートダウン。はいはいはい、確かに、それは確かに。猫はオーコに強いから、その1回乗っけとけばサイズがでかいからさ。はいはい、キバナガジュのことを酒がハイドレでのビートダウンが決まるかどうかってラインかな。確か先ほどパイオニアでも活躍した、そう、生成我々も思い出しながら名前を言ったことがない。あいつみたいな。一応禁止カード対決ですね。そうだね、王子対ならず者。同じ3マナこのカードさ、こう見るとなんかエネルギーって牧歌的なデッキだったんだなと思うよね。王子対ならず者、同じ3マナバウンスカード、このカードさ、そう、こう見るとなんかエネルギーって牧歌的なデッキだったんだなと思うよね。これでリッサ、つえシビックフードつえあとね、これサイドボードもね、これ生成屋とさ、このこれでリスなんだっけ、あとサマナ兄さんのトークン出すやつ、つむしかさんでしょ。1万のディスキュートとか食らったら泣いちゃうよね。あーエーザーガストもいろんな、確かにイーザーガストも強いね、これ。はいはいはい、確かにこれはあれだね、シミックフードのイーザーガストが腐らないマッチアップだね、うん、数少ない。イーザーガストも強いね。そうだね、青白とか青黒には霊気の湿気打てないから、メインに入ってる分そうなんだけど、数少ない。ノブが強いのは結構最近、どうですか、オージープレイヤーが強いと。いや、まあ、いや結構時代によるよね。そのバラクーとジャンドみたいな時代もあるから、そこの時代はマジで逆に青いデッキあんま勝ってなかったから、
昔はカウンターが強かったなんかよく。それすげえ昔だよ。それあれだよ、もうメルカディアンマスクとか、2000年対抗呪文が古文だった時とか、まあ、再家族の時代ぐらいだね、うん、サーキュラーロジックとかあったから。そうです、ゲームが最後に強かった、めちゃくちゃ強かった青のデスト、多分最下等だけど、もう次がオトロンだから、そうですね、あとはイゼットトロジックとか、次回を、そうだよ、めちゃくちゃ強かった、分かった、カメラに音声が入ってる、次がオトロンだから、ああ、カメラの音声は入っちゃったんだね、さあ、いや、そこからもくれるかな、スピーカーつけました。カメラの音声は入っちゃったんだね。さあ、いや、そこからもくれるかな。どうですか、カナシは。カナシも結構こういうミドルに好きだよね。好きです ね。よく使ってるイメージある。これあんまビートダウン使わないもんね。そうですね、あんまり白タンみたいなの好きじゃなくて、うん、うん、どうですか、好きなんですけども、カナシも結構こういうミドルに好きですね。はい、これはかなりきつそうですね。ビートダウン使わないもんね。ちょっとこっちにかなりきついですよ、ビルのあーなるほどね、うん、まずは盤面がきついから今溜まったエネルギーが8個2体出せる、2体焼け石に水みたいな感じ、うん、あーなるほどね、まずは盤面がきついから今溜まったエネルギーが、まあ、よくさんさんの土地のチャンプにしかならなそう。関係ないか、それ。シミックフードこう見るとマジでかなりここ数年でも屈指のデッキパワーだったね。確かにそうですね。そのショートレンジでもその2ターン目方向でもアウト取るし、うん、ロングゲームしてもハイドロイドで勝つしみたいな。かなりどっちでもゲームができる。オオカミはすげえ強い。これはひどい。カエンジタの株より強いようなカブ。出た後破壊不能持ってるカエンジタの株だからね。ギャーッ。ただこれはひどい。このカードパワーの差あたるよ。オオカミが下の能力使わないで格闘したときはめちゃくちゃ強いですよ、ね、本当に。やっぱね、使うとね、そのターン寝てね、返し殴られたりとかするけど、ね、はいはい、この2、3以下を殺してるときが一番強い、ね、そうですね、まあ、フリーだから下の能力使わないで格闘したときは強いですよ、ね、やっぱね、使うとね、そのターン寝てね、返し殴られたりとかするけど、ね、黒い除去に対してめちゃくちゃ強いから、そうだね、まあ黒い除去にも強いよまあまあまあ破壊されないからね。なんならね、ラスオブゴッドにも耐えるって考えたら、オオカミ神様怒っても大丈夫なオオカミってどうなんて感じだよね。そうですね、そっちが神様だよまあまあまあ破壊されないからね。だってこの盤面もうね、みんな結構懐かしいと思うけど、神様怒っても大丈夫なオオカミってどうなんて感じだよね。そうですね、下切れてる意味あるのってこれなんか。この盤面もうね、みんな結構そのハンドがちょっと見えちゃってる。ここにね、あれを入れたりして。今誰が解説してるとか。ああ、まあ。下切れてる意味ある。なるほどね。まあでも今だってこの画面がないからもっと出したら。うん、今は少なくとも、だって今だってクーランじゃん、うん、もったいないんじゃない。見えた方が分かりやすい。今だってこの画面がないから。はい、了解です。だってクーランじゃん。もったいない。さあ、アンちゃんもかなり、こんだけ盤面が優勢でもまだ、やはり手を緩めない。まあね。一手しか出さなかった。とはいえ、本気ですよ、みんな。ガチで、マジでね、今日熱戦だらけだからね。確かに。うん熱戦の夢、いやまあ押してるから熱戦、熱戦だからそれ、まあそこはね比較とはいえ本気ですよ、仕方ない。しかも結構そのさ、そのすげえ速いアグロっていうのが少なくて、結構みんなミッドレンジ寄りのデッキ対決してるから、あ、そう、それもその押してる原因かなと思うね、はいはい、まあゲームが長くなりやすい、はいはいはい、ガチョウと、しかも結構そのさ、ガチョウをすげえ速いアグロにして、あ、もうライフを詰めるプランにして、ね、デッキ対決してるから、マジクソ殴るぞとは言う、確かに、まあこれが一番早い、ガチョウと12点ガチョウを反射にして、あ、もうライフを詰めるプランに、まずチクレイが飛んでくる、まあ、これはもうアンちゃんもね、もうこれを考えて殴った感じだね、確かに、チクレイ撃たれてライフをどう詰めるかみたいなボタンに、あざすあざす、手札が広がりました、これを考えて殴った、そうかな、
ハーベスター出して、とりあえずハーベスター出して、はいはい、そこにちょっと、まあ、フードが今ないからね、今ないから、ね。ハーベスターだと、オーコで33にしたいで、スタックでライフリンクとかつけると、多分残るかいないか。今ないか。残らないか。残らない。タイムスタンプだから残んないな。はい、ダメか。厳しいな、そうなると。33にしたいで、スタックでライフリンクとかつけると、多分残るかいない。残らない。タイムスタンプだから残んないな。はい、そうですね、原根さんはもう、しいな、うん、守護霊として守護霊ルールエネルギーの決心として優勝してます。確かに守護霊ラストはでも顔色一つ変えずにいつも通りの総価がね、いつものリズムでやってる。シミックフード強すぎるって。いや多分、まあ、確かにヤスはこのデッキ弱すぎちゃうと思って。いつも通りの総価がね、3-3にしましたね。たまらずこのシード、こんなんじゃ勝てるか。攻撃弱すぎちゃう。さあ最後もここからだね。からがだからメインボードはどうしても仕方ないけど、そうですね、確かにこう見ると、まあまあ、これデッキリスト公開だから大丈夫けど、スカイソブリンとかはかなりその、はい、ゲームを決めれるカードだし、そうですね、その多分PV のリストだとディッチャみたいなカードあんまないから、はいはいはい、スカイソブリンとか、あ、オンドレ君、それはオンドレ君、確かに、そこをスカイソブリンはきつそうです、ね、そうだね、スカソは出るだけで相当なプレッシャーあるはず、まあ、王子以外はディッチャみたいなカードあんまないから、まあでも、あれですか、確かにこれプレイズウォーカーにも入りますかね、さ、まあ、ジェネシスディフィートとかは結構いろいろあるね、うん、ネゲートとか、まあ、何をどこまで入れるかがヤサのこのセンスの、そうですね、うん、どういうバランスにしていくんじゃないか。そう。だからそれどういうバランスかだけしか言わない。さっきも手札研究してたから。何をどこに置くかが手札言うと。難しいな。ね、こんだけ近くにいる。まあ、どういうバランスでサイドにしていくのか。なるほどね。いや、こういう、そのね。マナリク何枚入ってるんだ？あ、オンドレ君のマナリク。そんなに入ってる？枚数。そんなに入ってないんだよ、確か。1枚とか2枚しか多分入ってないから。マナリク何枚入ってるんだ？オンドレ君のマナリク。そんなに入ってる？枚数。そんなに入ってないんだよ。さあ、どう戦う予想か。サブタイトルフェアリーを決定するから、ちょっと品種のちょっと都合で間に合わなかった。画像素材の用意が、はい、フェアリーを決定戦タイムを行っております。フェアリーを決定戦みたいなもんだからね。日本語の方今フェアリー入ってたよ。まあまあまあ、それでいいなら。ヤスは、まあ、なるべく押していきたいね。これ守ったら絶対相手の方が重いところ強いから、そうですね、ハイドロイドでまくられるし、はいはい、かなり押していきたい。もうそう、猫、まあ、猫収集艇とか、はいはいはい、トラッカーも基本的にはそんな触れないから、そうですね、猫トラッカーハイドラみたいなね、かなり押していきたい。そういった反動をキープしたいね。猫、まあ、猫収集艇とか、はいはいはい、トラッカーも基本的にはそんな触れないから、そうです、ね、猫トラッカーハイドラみたいなね、そういった反動をキープしたいで、ね、はい、ヤスは7枚でキープしてたのかな。違う、6枚、5枚になってるから、ワンマリかな、ヤス。禁止カード、禁止カードまた出てきた。おい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 、これティムルエネルギーだって使いたいですか。確かに確かに使いたいかな、ちょっと人かもしれない。結構入りそうだよ、ね、入りそうですよ、また出てきた。2、3目に絶対猫かさ、マナクリ出したい。そうなんですよ。これティムルエネルギーだって使いたいですか。確かに確かに使いたいかな、ちょっと人かもしれない。結構入りそうだよ、ね、入りそうです。また出てきた。2、3目に絶対猫か、好きの気かもしれない。あとはなんだろう、ハイドラかな。ハイドラと、まあ確かに確かに、まあ気置き場獣、まあこれをブロックできるクリーチャーを引いてるか。例えばこの置き場獣のフィリアタックが通ると相当楽になる。そうゲーム展開的には、まあ、雰囲気は通りそうだけど、まあまあバウンスかな。うーわ、つえー、現代のカードつえー。バウンドセット前の方がそうだったよ。
はい、でヤソは、レイキのシップに対してボトムを選択。やっぱその一番ピークの2ターン目を過ぎたからいらないってことなのかな。まあちょっとやっぱ2ターン目に出してるというか、ちょっと旬がずれてしまう。そうだね。あとはあれだよね、後半ヒデでかいのどうするかです、ね、中盤が一番ちょっと発想の感じだから。あとはあれだよね、後半ヒデでかいので、シューシューで、そこに高橋。ああ、ディスピート、はいはいはい、ね、普通にカウンターする。まあまあまあ、これだったらいいね。いいですね、これだったら。テンポ取られてないから、はい、その巨匠とか、つむじ数の巨匠とか、そのならず者の先生屋に1マーで打たれて、2アクションとか取られると、かなりやばいから、テンポ取られてないから、そう考えると、まあ、マシ。そう、いや、打たせたって感じで、はいはいはい、うまい。ヤソの、やはりヤソがしっかりと、まあ、クロックをかけていくよと。ヤソは収集性が好きだった。ちなみにプロツアーでも使ったし、確かこの日本選手権の後のエネルギーでも使ったね、収集性。ヤソは収集性が好きだったし、ああ、ここがプロツアーでも使ったし、確かこの日本選手権の後のエネルギーでも使ったね、収集性。三三にする。あんちゃん、ここで自分からサクって食べに取りに行くか、それともこのままキープして蓄力ケアするか。キープしました。はい、なるほどね。この立たせたマナーをそう読んだと。地球同士の駆け引きは面白いね。それとも、このままキープして地球を蹴る。地球で、で、はい、おー、はい、ほらね、ほら、そうなったみたいな。分かってるで、ね、ヤソウカ君と言わんばかりの。しかし、いいね、ヤソウ。いや、かなり満面良くなった。これ、体育的にすごいでかい。ほら、そうなったみたいな。分かってるで、ね、ヤソウカ君と言わんばかりの。しかし、いいね、ヤソウ。次、なんならエネルギー追加し殴ると、ミスター、マスクロでちゃんと。そうです。強かったよな。環境マッキー、これに関してヒロカルターしつけられて俺怒ったもん。ダメだ、ね、陰キャやめろみたいな。フォーカラーエネルギー、そう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 、はいはい、あー確かに、はいはい、自己体制があるやっぱりでかいクリーチャーは強いです。うん、そうまあ一応あれか、まあラスとかあるからオシャ君には大して強くないかもしれないけど、そうだね、そうアドチャとかだからね。こういうデザインはいたなと思う。そうだね、アドチャとかだから、ね、デザインドバイリトルトロイさんでお送りしておりますと。昨日の朝5時まですごいじゃん。すごい。お、アンちゃんの手が止まった。ヤソの顔色は変わらない。ミスター。はい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 。まあとりあえず出しただけ出したって感じかな。アンちゃんの手が止まった。ヤソの顔色は変わらない。さあヤソ。ここで出たー。強い。グローリーが強い。強い。これは強い。ソリー。いやスカイソブリンはさすがに現代的な強さあるんですよ。確かに。強い。グローレーターが強い。強い。強い。このミッドレンジ対決でもね、負けてない。確かに。ハイドリオンよりと同じぐらいのサイズで殴れるから。やりますね。意外と。さすが。はい、かつて映画を誇った時は違うね。一流の強さを持ってる。あー、たまらず狼ニッサを乗り越えて意外と違うね、何でもないよ、一流の強さを持ってる。山瀬歴史が来てる。あー、そうだね、狼ニッサを乗り越えて意外と始まってます。さて、後手になってどう変えるか。まあ、アンちゃんもどう変えてくるかっていうのを読み合いですね、これはお互いサイドボードに行くの。うまいですけど、これがね、面白い。うわ、やっぱ。
そうか、そうか、そうね、ヤスオのプレーも的確だったし、アンちゃんもね、しっかりケアして動いてたからね。マナを綺麗に作って、しっかり盤面作ってくれているね。ランドもしっかり引くんだね、その3-3-2を。ヤスオのプレーも的確だったし、レイケのシップの選択肢とか、まあそういったね、当たり前のように見えて、ちゃんと的確なプレーが、あれがそれでこれですと。昔から戦術もいいね。そうですね。ルーベンに行かないから、この青緑の強い時代が。はい、まあ、お互い、そうっていうか、それぐらいしかないですね。この1、2年じゃない青緑が強いのそうです。はいはい。あとはまあバントカンパニーとかですかね。もうあれは3色だけど、まあ、そうっていうか、それぐらいしかない。おまけだもんね。この1、2年じゃない青緑が強いのそうです。さて、はいはい、あとはまあバントカンパニーだったいやこれかなり難しいですね。難しいですね、この2ターン。現実相当頑張ってる。いや、難しい。どうするんだ。これかなり難しいですね。道路の召使いをプレイ。一番最大値の取れる。そうね、一番最大値の、まあ、そして霊気の疾風がなかった、もしくは打たなかった、どっちでしょう。道路の召使いをプレイ。モンスターの行きそうだからな。そうですね、うん、持ってなそうだけど、レイキの疾風が、そしてレイキの疾風がなかった、もしくは打たなかった、どっちでしょう。道路の1回はプレイ。あ、2時間どうこの後にこのカード禁止って言われてもな。確かに、みたいな。なるほど、確かに。これトークが2体出せる、ね、トークが2体出せる状態で3枚にする。なるほど、ここちょっと興味深いな。なるほどね、こういった選択肢ですね。なんで興味深いのかは言えないのが難しい。そうですね。強い。いやー、ここで、いやー、本当にこのカード、はい、カードが、別に初動で、ね、3ターン目の王子、王子ってやってるだけなのに、この盤面の圧倒さ。いやー、ここで、ここはもう東北の2体出して、多分王子を殴りにつけずにいくかな。いや、別に初動で、ね、3ターン目の王子、王子ってやってるだけなのに、この盤面の圧倒さ。触れたそれぐらいで、初動の2体出して、多分王子を殴りにつけずに。しかし硬いですね。硬い。そりゃ禁止にもなるわ。2ヶ月使えたことに関してよう出したよ。よう出したよ。硬い。そりゃ禁止にもなるわ。2ヶ月使えたことに関してなるほど。なるほど。いや、わかりましたよ。どうやって考える。あ、なるほど、2方の配信になるんですね。そう、はいはい、なるほど、有田式役かな。一応できるんだけど、うん、かなり大変。そう、かなり大変。あ、ですよね。2方の配信それもやろうと思ったけど、なんか、うん、うまく GoPro が動かなくて、うんうん、やめたくなる。安定だけど、大変。かなり大変。大変。狼は残すと。とにかく大きく硬い。大きく狼が硬いね。そうですね。これいいね。はいはいはい。これやってスタックで配布能が来たら払わずにトークンを出すと。歴史を超えた。確かにいい駆け引き。いい駆け引きね。フード君だったら寝るし、そう寝るしトークンも出すし殴るっていう。
いいね、このスピードだとかなり寝る。あ、だからメインだったら寝る。そう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 、これは素晴らしい。素晴らしいトークも出すし、なんなら打ち解く、死んでもよし、死ななくてもよし、そしたら1日トークンが増えるから。死ぬ方を選んだ。なるほど、死ぬ方を選ぶ、興味深いです。なんなら打ち解く、なるほどね。死んでもよし、死ななくてもよし、そしたら1日トークンが増えるから。3杯で殴ってたほう多くの中心部だっさー、果たすかないんだろうか。本当にどう スピードも強いな、やっぱカード。うーん、そうですね。マナリー君ですけどね、やってることやってることもあるけど、一番だからな、さすがに。でもこういうすれ違いの線と線が、すれなとか、そうですね。マナリー君ですけどね、やってることやってることもあるけど、一番だからな、さすがに。青緑と青赤、両方入ってるから。めっちゃたっぷり。確か青赤入ってるのはかなり珍しかったような気がします。青緑と青赤両方入ってるから、青緑がまあ1枚とか2枚とかが定番だった気がしますね。この頃4色ティムール豪華だから、そういうプレイヤーはまあミシュラランド取れなかったから、さてこのターン、きつい。さてどうする。いや、その手が止まった、珍しい。はい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 、力いった。ただ、中盤すぐ全部止まった。あー、ここが2枚目のディスピュート。これはいいところに持ってた高橋。そっか、これタップインに。そうだ、基本地形が。このバトルランドも弱いんだ、カード。そうですね、声柄の臨間地。そっか、これタップインに。そうだ、基本地形が。使えずか。これ日戦の時だから、多分。ってなると、ルートバンドクラックはイクサランだからまだ使えない。そうですね。なるほどね。そうだね。そうだ、基本地形が。使えずか。これ日戦の時だから、多分。クラックはイクザだからまだ使えない。そうだね、なんか構えるカードがあるでしょ。まあ、アンちゃんの手には2枚だから、まあ実はあんまり持ってない可能性あるけどね。それかまあ利益の疾風みたいな構えるカードしか持ってないとか。とにかく王鵬だ。まあ実はあんまり持ってない可能性あるけどね。それかまあ今3つになったのでかいです。また投稿もないですよ。なかなか落ちない。それは向こうプラス2でこっち2点で殴ってたら、まあ、3を多くどうするか。そうです。3にするのか、トリックは取り替えはできないから。それは向こうプラス2でこっち2点で殴ってたら、まあ、3を多くどうするか。そうです。3にするのか、まだまだトリックは取り替えはできないから。向こうプラス2でこっち2点で殴ってたら、さあ、エンドに地区霊でどけていくの。だからゼロで多分エネルギーだけを出してエネルギーを増やす。で、これで4体、はいはい、4体で王冠を落とすと。ついに落ちるか。ついに王冠ドラ。エネルギーを出してこの4体を止める術が実はあんまないからね。そうですね。ついに落ちるか。ハイドロイドで頑張って止めに行かないと。はい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 。この4体を止める術が実はあんまないからね。そうですね。ああ、確かにできる。はい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 。はいはい、これは強い。ダンプしていく。ここで。あんちゃんの手札はマジで何もスペルない。全然何もない顔されない。何もない。いや、まあアクション的に明らかに何もなさそうだよね。あ、これは上を下がり
エネルギーが。いや、しかしこれ今いつ。ああもう一度。そう。いやーしかし、これはヤスオが惜しみそうだな。確かに能力は1日飛行個体に投げれるから。あ、それでもオーコに投げる。一枚引くと二枚目引く。そして二枚引くと三枚引く。さあ、こういうところだよね、投げり方。確かに。マイナイトークに出さなかったんですね。あそこはまあハイドラ用かな。はいはいはい、ハイドラを守ってた方がいいだろう。どうしても一応オコが6で落ちないかなというのもあるから。いや、今オコはあの3-3でした。あ、3-3が5か、はい、じゃあそういうハイドラで、まあ、そこは意図があって、あえて、まあ、結局まあ1回切るなら別にいいんじゃないかな。今オコはあの3-3でした。それよりもこのハイドラがコンバットできない方が嫌ったんだろうな。あー、確かに。まあ、コンバートできないないし、まあ、バウンされるのかな、うん、これで霧の城に。でもこのハイドラがコンバートできない方が気だったんだろうな。あー、確かに。はい、なるほど。で、まあ、アンちゃんは盤面を平らにする、まあ、控えるブロックだね。霧の城に。土地引いたら大変なことになる。ハイドロイド西さんのラインを引かないと割とやっぱね。そうですね。マジで。どうしたない。土地引いたら大変なことになる。と一気に分けるか。マジで何もない。ヤソといえばミシュラ。ヤソといえばミシュラ。重なったミシュラ。全員にミシュラも投げ出した。ヤソといえばミシュラ。もう相手手札がゼロだから。全員にミシュラも投げ出した。手堅いアタックですね。かわいい感じ。手堅い。そらそうみたいなアタックですが。まあ、一応ハイドラは5-4だからほぼフリーアタックか。ダブルブロックするとゲーム詰めそうだ。そらそうみたいなアタックですが。一応ハイドラは5-4だからほぼフリーアタック。ある程度残さないで、今殴ってないメンバーが厳しいんで A で。そらそうみたいな。ミシュランブロックしてる場合ではない。あ、でもダブルブロックまして、ここからハイドロイド引いた時の、まあ、マックスが一番高いとか、はいはい、やっぱ盤面押さえて一生止まんないから、あの多分ハイドロは、はい、あそんなエネルギーの方が強かった。ハイドロイドがね、ちょっと引けなかったな。確かに。このマッチはかなりハイドロイドを中盤パス仕分けだったよ。そう、はいはい、うん、ハイドロイドがね、ちょっと引けなかったな。そこまで、あそこまでゲームになって、ちょっといや、大フラットだったね。でも、昔々って、そこまで全てやろうか。その上で、そうだね。いや、マジで何も、いや、アンちゃんはオーコ以外何も引いてなかったから。確かに、うん、その上であそこまでゲームになってるから、オーコ1枚で、ね、まあ確かに結構生き延びたね。いや、かなり準備がしました。待って、何もない。いや、アンちゃんはオーコ以外全部できなかったから、近いのが近いのが良かったです。確かに面白かったです。生き延びたね。7時、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 7
今年45試合ぐらい受けるか。新宿駅まで歩いて帰る。新宿駅の付近だったらなんか甘いもんスイーツとか買えるよね。多分なんかあるなんか近くとか、はいはい、小田急の近くもいいし、新宿駅の構内でもなんかあるよ、ね、あるのあると思います。花江さん家なんか買ってきたいからさ、だからあえて大久保駅からじゃなくて、はい、さあ 新大久保、いやじゃなくて新宿駅まで歩いて、新宿駅で買いたくて、はい、これだってまあ一応歩けるから、そうですね、歩けるだから、まあまあ行くからって。さてさて、これはやさのところにハマさんの顔がめっちゃ出てるけど、セットアップをして、さあ、なんだなんだ、はい、あれ、消えてしまった、あれ、また入力信号がオフになりました。やさのところに、次はやさがやさがシミックフードで、あんちゃんが何を使うか、サムシング、選んでってこと。ヤソがシミックフードで、あんちゃんが落ちる、何を使うか、はいはい、さあサムシング選んでってこと。ジグヤン、これでしょう。さて、まあさあ、まあワンマリしてから、はい、1ターン目ガチョウ、いいね、はいはいはい、シミックフードのベストスタンド、まあ、島からあんちゃんが好きなベネツィアの島から、ちゃんとあ、ディスメンバー、ディスメンバー、いや、これでいいや、はい、ワンは戻ったけど、どこだ、石カジかな、石カジかデルバーのどっちかですね、これは。デルバーの時もディスメンバーちょっと入ってたね、はい、あー、これはどっちだ、石カジ、石カジカウブレード、これはカウブレードですね、スタンダード最強の一角、デルバーの時もジェイス石カジだからね、そう、無断の禁止か、これはシンプルのきつそうだね、結構これはカウブレードで、デッキフォワード強さ、そのシミックフードの強さって結局プレーンズウォーカーなんだけど、そこをピンポイントでスペルピアスとマナリクしてくるから、メインから、うん、そう、相手でもうクロックファーミング、もうこっからあんちゃん、多分ジェイス出すとき以外、フルタップしないんじゃないかな、確かに、そう、ピンポイントでスペルピアス、石カジの会場で未読ロケン、そう、未読ロケン、未読ロケンも止まらないし、芝居て、そう、ニッサで、ニッサでしかジャンプできないみたいな。さあ、ここは仕掛ける。さあ、マナリークありますかと。ありますよと。ありますよと。さすがに相手モダンだもんな。なんだったら、こっちはスパンだけど。英語はモダン禁止。そう。確かに。つまり、ありますよと。ジェイスが出てくるかどうか。もしくはもう一回2たす2、高出してゴーみたいなのもありえるんで。なんだったら、こっちはスパンだけど。つまり、いや一斉を踏みしました。五流杯出て7回戦中6回ミラーとかそういうレベルでしたね、はいはいはい、この時代はね、ジャンドとかこの時代はやばかったよね、うん、そうです、ミラー祭りジャンドもジャンド祭りの時さ、ジャンドしか分かんなかったし、はいはいはい、石カジも石カジも高出していこうだね、これは高剣、まあ、さすがに、まあ、アンちゃんも、まあ、マナリークって4枚入ってるけど、まあ、ジャンドもジャンド、あ、でもインテューゼロールとかもあるからね、これ、はいはいはい、この構えさて、しかし土地は止まった、その分、手札が、あ、置いてるか、あ、それは失礼しました、ヤスが先手か、さあ、さあ、ニッサ、通るか、お、通った、はいはいはい、さて、いや、この、で、エンドで次のターンにでも、高につけてアタックされるので、そうなんですよね、さあ、ニッサ、通るか、お、通った、どっちアタックしてくるか、まあ、クレア投げてくるんじゃないかな、起こして多分複数アクションしてくると思うよ、はいはい、次のターンは多分高、多分あの反応止まった高を展開してもいいから、それかまあ急にバタースカルが出てきてとかね、はいはいはい、そうそう、バタースカル出てきてメインで石カジアクティベートで剣出して、いや、まあ、まああとは別にここはいやインテューザロールもありえるね、これ、はいはいはい、プレイヤーに殴ってマナ浮かせてからインテューザロールでニスバウンスしてカウンター構えるとか、まあ結構何でもあるよ、うん、いや、まあ、まあ、あとは、あ、高、はい、マナを使い切る側だね、これは顔だね、で、高を並べて次のターンにから殴るとか、ニッサを、はい、このターンは無視してね、そうですね、うん、しかしこれ結構ヤスの側もね、これニッサでめっちゃ殴れるからね、うん、そうですね、
まあまあいい勝負になってるよ、これ。そうそう、スメンバーから入ってる分のね、4点が相当きつい。4点が相当効いてるね、このゲーム。結構、ヤスの側もね、これ西さんでめっちゃ殴れるから。で、どうでたーでたーで、バイマイナス、はいはい、しかし、これは…出たー西さん、これで 3-3 2体作って、ジェイスになるかな、両方。おおむね島か森なのか、まあ確かに死なないからね、どうせ。どっちだ、西田変装する。で、大子も 3-3 にしてか、いや、交換はできないか。まあできないね、だから 3-3 にするよな、きっと。 3-3 にしてジェイスにし、いや、いや 3-3 にしてジェイスで両方だと、あの両方チャンプだから、うん、それがまあ見た目は一番良さそうかな。まあ、そうやりそうですよ。そうだね、まあそれしかないだろうね。ほぼ一択でしょう。で、これアンちゃんも両方チャンプするのが一択で、ブレインストームして考えるってこと。まあ見た目は一番良さそうかな。そうすると、ハンドの高尾を、ね、戻してまた高出しがないから、はい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 、確かに。これはもう一択でしょう。で、これはアンちゃんも両方チャンプするのがいい。高出して、ブレインして高出して、高出してみたいな。いやー、スタンダード対決ですね。スタンダードとはっていう。なかなかね、ニッサとオーコね、中性度が高いね。現代プレンズオーカーって感じだよね。昔はさ、プレンズオーカーの中性度こんな高くなかったから、だいたい落としたんだけど、そうです、落ちねえって。ねえ、そう、だから本当に殴るしかないっていうね、結構これ。アンちゃんもまあまあこれ、場面きついけどね、今。もう一回ジェイスも暗視する可能性もあるね、これは。ねえ。そう、だから本当に殴るしかないっていう、ね、まあ、ここのターンはブレイン、タカタカ、アタック、アンタップみたいな感じでいくかな。もう一回ジェイスも暗視する可能性もあるね、これは。このターン実はね、難しいね。おおおこれは5点で、まあ、プレイヤーリーかな。はいはいはい、いやでもね、何ゲイン ?3 ゲインか。コンタに殴って3ゲインで、トリガーをトリガー18連番、赤白ゲインが先で、まずゲイ ゲインとゲインしてからディスカウントする。コンタに殴って3ゲイン、リソース、もうリソースはつきまくりだけど、もうヤソには盤面だけだね。で、タカ出して、タカ GO かな、これ。いや、ハンド次第だね。タカタカだと、そのジェイス殺すのに全部殴んなきゃいけないから、相当ライフレースだけだから。タクロッケンを付け替えると、まあ、フードトークンは止まるが、まあ、その方がいいか。はいはい、なるほどね、まあ確かに、どうせもう1体出してチャンプになるよりはこの方がいいね。わおわお、控えめな実況書いてる。いやいや、カード名とかは何も言えないから。しか言えない。いや、俺はわおしか言ってない。最新の MC とかだと完成聞こえてる。これは相当難しい。はいはい、まずは身の強剣を剥がして、相当難しいな、これ。そうそう、これ面白いね。うん、面白いね。これで全部に。なるほど。ロバのボタンみたいな。はい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 。あ、硬い。X 読んでツードローしてアンタップしてジェイス落としていく。これは硬いね。硬い。これは硬い。ロバを借りると大人です。で、しかもまあ。そうですね。まあアンちゃんここでディスメンバー持ってるといいが。ディスメンバー何枚入ってたの？これは3枚ぐらい入ったよね、はい、石川茂だったから。お、いや、止まってる。ディスメンバーありそう。そうですね、まあ、アンちゃんないかな。じゃあないね、ディメンバー持ってない。これでジェイス落ちた。これでしかもハイドロイドの44飛行が突破できない。当時これはなんだ、向こうも中引いた。あー、鹿だ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 、確かに。2ドローはできる、2ドローはできる。ハナちゃん、2ドローは
はさせていただく。いや、6番のアーティストも3、3、いい。悪くない、悪くない。すべてはアシカ。このフレンズオーカー、すげえ。どこまでやるんだ。1秒でしかやってない。もう、やっさ、もうとりあえず、絶対これだけはセンターする。すべてはアシカ。さあ、そして、はい、マナー出してアンタップということは、あー全力だ全力。X6 かな、今回は。6ですね。バシャバシャ。すごい、あの周りの、すごい。圧倒した。やはりニッサハイドロイド。ニッサハイドロイド。オーコですよ。オーコニッサハイドロイド。いや、だってあの46スピークスもやばかったし、剣もやばかった。向こうもだって石火事高間何行く JS だからね。そう。100点ムーブだよ。ディスメンバーからだよ、行ったの。綺麗にダチョウショット。いや、すげえな。今の100点対決だったわ。向こうもだって石火事。やばい、ハイドロイドからのハイドロイド。うん、そうだね。ディスメンバーからだよ、行ったの。あ、そうだね、別にマナリーク、まあ、しなくてもよかったからね。オオカミは別に石火事死ぬだけっちゃだけだからな。そうだね、別にマナリーク、そう、いや、ヤンちゃんの後ろで A さんが踊ってたからね。デカ立ちしてるのに、いや、もう、わかるよ、もう。さあ、なるほど、そうですね。あ、いや、そう、もし勝ったらディスプレイでカードを表示してくれてるし。カードビュー、ありがとう。わかる、盤面一応、はい。さあ、どうサイドするかだね。いや、そう、もし勝ったらディスプレイでカードを表示してくれてるし。カードビュー。いや、これまずセンス問われるね。何を何枚とか。そうね。さあ、どうサイドするか。霊気の疾風みたいな分かりやすいやつ。いや、俺はないからね。いや、腕、いや、これこういうのが自力だよね、うん、いや、リミテッドとかはこういうのだから、結局ちょっと相手のデッキリストは分かるわけだしね。そうですね。分かりやすいやつ。いや、ないからね。いや、腕、いや、これこういうのが自力だよね、うん、いや、リミテッドとかはこういうのだから、結局ちょっと相手のデッキリストは分かるわけだしね。そうですね。さあ重いクリーチャーはね、その結構当時のカウブレード対決が6マナ駅のクリーチャー対決だったんだね、割と、はい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 、途中から最初はあのスピアピアスとマナ駅のゲームした後、その後は3タイタンとか6マナスフィンクスを出し合うから、結構そういうところが重いところを出し合ったんだよね、昔。途中から最初はマナ駅が出て、そう、しかもあの2マナのディバインオファリングをお互い装備品割り合うから、そう、ディスメンバーもあのディッチャも効かない6万のクリーチャーっていうのが当時の。あとはギデオンジラとかね、はい、うん、強かったんだけど、ギデオンジラはちょっとピアスに引っかかるんだから、バンスされても何かするっていうところも大事。そう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 、相手の場の割られたこともそう、あとはギデオンジラみたいなね、スフィンクスのまま2ドローしてるからみたいな、はいはい、っていう感じかな。ディスメンバーされないしとか、そういうゲームだったから、相手の場の、まあ、6万のクリーチャーは大体減らしてくるだろうね。あと、まあ、残れば勝つからね、全部減らして勝てるかどうかはまた別の問題だね。そうですね。まあ、なんかスフィンクスぐらいはなんか残しそうな気がします。まあ、どうだろう。まあ、スフィンクスはね、その相手の逆転劇となるハイドロイドを封じれるから、まあ、スフィンクスだけ残すとかありえるかもね。サイドタイタンはちょっと地上だしね。そうですね。うん、そのタワーと壊してくれっていうのは、ハイドロイドを封じれるから、壊すことはね。ロンドンマリガン、確かにロンドンマリガンと石火事めっちゃ相性いいな。装備品戻せるからね。すげえな。鷹も戻せるし。鷹戻せるのすごい。そうそうそう。え、最高じゃん、鷹戻すの。2枚おるな。フリーマリガンだね、本当に。すげえな。鷹も戻せるし。そうそうそう。はい、ベストムーブ、はいはいはい、昔からガチョウこれだよな、やっぱそれは気にしたわ。もうできません、早く。何が石火事かな、鷹か、どっちかない判断は、まあ、ほぼ100割ガンだから、先手はもうそういうゲームだから。石火事じゃない、はいはいはい、まあ、鷹だと弱いよね、このマッチアップ。そうです、石火事じゃないとキープしたくない。ポ、はいはい、ンちゃん多分ダブマリぐらいまでは先手石火事探すと思う。どっちかない判断は、まあ、ほぼ100割ガン分かってるでしょ。石火事じゃないとキープしたくない。そんぐらいこの2巻目石火事出るか出ないかのゲームにめちゃくちゃ影響されるね。分かってるね。とりあえず見とく。いや、結局、まあ、そのマウントというか盤面作んないとカウンターとかは別に返したことないから、1-1交換取っていくとハイドロイドで負けるから、はい、自分がどんだけ盤面作るかな。石火事側が押さないと勝てないから、これは。
マウントというか盤面作んないとカウンターとかは別にマイクロイド使わなかったな。1時間かかってくるとハイドロイドでもいいですよ。自分のだけバンバのパッドを作るから近地側が押さないと勝てないから、まあ、そうで、この1マナーをヤソはどう見るかのね、はい、ディスメンバーかピアスかみたいなね。普通にこの後手ごわいかもしれないけど、いやらしい1マナーですね。あれいやらしいね。いや結構いろいろあるからね、うん、まあ2種類しかないからディスメンバーとピアスあるからね。いや結構いろいろあるからね、まあ2種類しかない。デッキが強いからね、やっぱ。上位だね。王子ってカードそれだけのパワーがある。デッキが強いからね。うん、そう無駄ないし、結構万能感あるよね。上位だね。ビートダウンとかね、コンボとかまあ極端だったりするけど、まあ、コンボが一番強いけどね、基本は。うん、そう無駄ないし。はい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 。はい、ハイクエックス2にしましたね。まずは大伺いを立てた。まあ、あとは鷹のフリーアタックさせないとかもでかいかな。さっき持ってきたのは魅力露剣でした。魅力露剣でした、ね、はいはい。じゃあここで、はい、まあまあ魅力露剣でショートつけてアタックですね。これはまあほぼ確定してたようなのでこれを咎める一番のアクションがないからこっち側に、まあまあ魅力露剣でショートつけてアタックスタンにはないんじゃないかな。ここで3マナ以下の高いってないよ。これは1マナじゃない。え、ネイチャーステート？ネイチャーステートはスタンダードにはない。いい、そう。飛行3点ぐらい。飛行3点ぐらい。いや、マジで飛行3点ぐらい。操作に。いや、ステートの強いの。どうなの？操作にどれなの？ネイチャーステート。言葉で揺さぶりを受けてくる。飛行3点ぐらい。マジで飛行3点ぐらい。操作にどれなの？確かに。言葉で揺さぶりを受けてくる。仮にまあ、まあ、ジェイスでもまあ返し、まあ、2飛行と2一だからね、うん、鷹から行ってこれはワンちゃんは構えるのかな。まあハンド構えるかなかったら出してくるけど、はいはいはい。さあここで鷹から行ってこれはワンちゃんは構えるのかな。おこれはスペースアップスをトバリを禁止カードもう一枚ピアスがあるのか。あー取ってしまった。さてこれで一気に天秤を傾くか。このミスターを落とすのがめちゃくちゃ困難なんですよ。まあアンちゃんが運行じゃないできない。はいはいはい。落とせないから、一回戻してカウンターしないと無理だから、インテーザロールだね、多分欲しいので。このミスターを落とすのがめちゃくちゃ困難なんですよ。まあ4点入っても落ちないから殴ってもいいかなって今すげえね。まあ今は立たせそうかな見た目は。いや剣の2枚目つけてぴったし6点で負けるの嫌だから、はいはいはい、剣の2枚目で5点ではいいから、うんうん、ここはまあさすがに立たせるね。ヤスは、うん、その、まあ、それのために今残した。いや剣の2枚目つけてぴったし6点で負けるの嫌だから、はいはい、5点ではいいからここはまあさすがに立たせる。それのためにそれはわかるで。剣の2枚目つけて、そうそう6点で負けるじゃないかな。だってこれね、なんかやっぱ現代マジックのプレンズウォーカーの修正度高すぎるな。それはわかるで。高いですね。高すマジで高すぎる。ちょっとミスだ。あ、ジェイス、ジェイス、ジェイが出てどうすんだ。現代マジックのプレンズウォーカー、ジェイス、まあでアンタップしてか。高いですね。高すマジで高すぎる。ちょっとミスだ。ジェイス、ジェイが出てどうすんだ。盤面もきついからな。ハンド次第では3、3、1回ワンする可能性もあるけど、うん、じゃないと自分のジェイスが落ちちゃうから。まあそうだね。しかしやっぱりうおー、強い。このカード強すぎる。このカード強い。やっぱりカウンターは捨てるけれども、とばりでね、もう相手のジェイスを消すんじゃなくて、帳で全部避けていくんですね。いや、朝のプランニングはね、すごい良かったね、やっぱ。そうですね。的確だよね、はい、カウン
そのハイドロイドの出し方とかもね、はい、あのターンで1回出しといたから盤面にこの定着してるっていうね。そうです。ミスター出してからハイドロイド出すんじゃなくて、先のハイドロイド出してミスターを守ってるっていうのがすごいね。やっぱじゃあそこはよく書いてたで、そうですね、そう、ディエットマーチの頑張って定着してるって。なんかフード出してゴールでもいいのかなとか思ったけど、そうですね、まあ、盤面結構押されてこういうゲーム展開になってた。そうそうそう、いや、よかった。この出てる2-2飛行がすごい価値が、まあ当然そのJ戦のプレッシャーもかけるし、出してゴールでもいいのかなとか思ったけど、そうですね、さすがやそうかな。盤面結構押されてこういうゲーム展開になってた。そうそうそう、いや、よかった。当然そのJ戦のプレッシャーもかけるし、いや、かなりいい勝負だね。まだまだそうそうそう、そう青白だけどデスメンバーは黒いため、そうそうそう、除去は黒なので、除去も黒いぞ、除去は黒いぞって言って、ケンちゃんがどういうサイドボードしてるか、青白だけどここから急にね、なんか除去は黒なので除去も黒いぞ、まあ分かんない、もしかしたらなんかラスちょっと入れてるかもしれないし、とか、はいはいはい、先手後手は入れるかもね、もしかしたら西田にはラス強いから、はい、とかね、うん、いや、強い言葉、まあ、もしかしたらこの環境バーディクトじゃないですね、ラストオブゴッツラストデイオブジャッジメント、いや、ラストデイジャデイジャ、本当じゃデイジャ、これラスなかったです、ラスはないはずよ、バーディクトじゃないないよ、ラストオブゴッツラストデイオブジャッジメント、なるほど、いや、アンちゃん重宝してますね、このお花、でも V にしなかったってことはまあまあ手札ある、でも高が、あ、付け加えて、はい、なるほど。ニスちゃん超高してますね。まあ多分2アクションだね。あの3マナは2アクションです。しかも高尾を出せたのが、あ、やっぱロイル。はいはいロイル。はいはい、はい、やっぱね。なるほど。やはり欲しいと言ったらロイル。はいはい、まあ、これで一旦もう欲しいから。そうです。うん、あ、これでピアスか。これでピアス。これでピアスはかなりあり得るね。やはり欲しいと言ったらロイル。まあ、これで一旦。ここで来るのがピアスの上から大物。これすごい面白い。見ているこちらもかなり面白い。面白い。ミドクロー剣を外して、このハイドロイドだけアタックで高尾チャンプアタックを強要かな。そうだね。面白い。このハイドロイドだけアタックで高尾チャンプアタックを強要かな。そうだね、やっぱアンちゃんもプレイが上手いから絶対ね無駄なアクションをしないから反動分かりやすいっていうのはあるけどね、やっぱ、それをそう最大の理解者、プレイが上手いから絶対ね無駄なアクションをしないから反動分かりやすいっていうのは、無駄がない、お互い無駄がないんですね、そうアンちゃん知ってんだから最大の理解者、だが使うのがヤスと高橋なら、いやこれアンちゃんはミドクロ剣失ったのめっちゃ痛いな、ブレインしてからのアクション数でね、あの場の、いや青白虫はもう急に弱くなったからあれ、そう、素人考えになる、アンちゃんはミドクロ剣失ったのめっちゃ痛いな、そういうのもある、あけど要はもう1だからジェイス、今バウンバウンスしてジェイス失っちゃうから最終的にあのミドクロ剣をバウンスする選択肢はあるね、まあどっかでバウンスはしたいと思う、あのミドクロ剣1枚しか入ってないやつだから、で相当質を持っちゃうとだから、バウンスしてジェイス失っちゃうから、赤白だとマジアルショコーニングスターだからミドクロ剣をバウンスする選択肢はある、てかまあ赤白抜いてるか多分、どっかでバウンスはしたい、ちょっと2枚でいいか、1枚しか入ってないやつだから、リッチャされないからね、大声が、うん、そうね、ガチョウの今ガチョウのゼロ2が高を止めてるから、ゼロ2だからさ、ゼロ2だったっけ、確かに違うんだよね、ゼロ1かいや、ミドクロ剣が殴った、まあ、確かにヤソの森すげえ貴重だから、まあ、ここはヤソは通すだね、確かに違うんだよね、あ、お、地盤の木はすげえ貴重だから、バントレス城、はいはいはい、土地を、まあそうだね、これでフードを出す、はい、出しました、お、地盤の木はすげえ貴重だから、今のアクションから分かるね、アンちゃんブロックしてほしかったっぽいね、当たり前、そうですね、土地を減らしたい感じです、フードを出す、はい、出しました、さて、で、ヤソの
ジェイさんなかなか落ちない。マジでわからん。もうそろそろ落ちるかな、これはもう。3-3、3-3、2-2で殴ったらまあ絶対落ちるから。うん、から落としに行こうと思えば落とせるね、このターンは。もうそろそろ落ちるかな、これはもう。タカは僕も好きです。プロツアーで使ってみました。いやもういやか、そのデッキの潤滑油としてものすごくないしな。グレインのシャッフルはさ、アドバンテージがついてし。タカは僕もプロツアーでタカ使ったって言ったけど、まあ、使ったの確かソウルシスターだったけど。えいやソウルシスターズのタカ強いからね。ライズさんボロス上位使ってましたけど。あ、ボロス上落もあるか。いやライザーはえあれだよ。でもライザー外資カジカブレードだよ。ライザー上陸は俺だね。多分 PT トップ8はエライザーは違う、バンいやカブレード、あのね、白の1分の11が入っててラスが入ってないカブレードだよ、ライザー、うん、で一緒にトップ8入ったケロヨンはマナリークが入ってないカブレード、で2人とも、まあ、トップ8バレた後リストバレーに分けて2人とも確かお、これバッタバタ、お、一緒にトップ8入ったけど、お、いつの間にかハンドに引いてたバタスタイル、はい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 、いやこれはしゃくったしゃくった、緑花しゃくる、はいはい、これで森を失ったのは相当、いつの間にかハンドに引いてたバタスタイル、まあジェイスはまあほぼ落ちるようなもんだったから、ね、いやラストもまあ落ちるためにフルパンしてって感じだね。あ、打ち込むも大事かな。どうせ落ちるなら全部通すか、ちょっとね、考え直して。実はまあほぼ落ちるようなもんだろう。多分、あれだね、その装備品後から付け替えることも考えると、まあ、オープンに向かって殴りの気もするので、うん、残してた方がいいですね。そうね。オープンはもうこのターン使ったんだよね。フードを3-3にしたからね。そうですね、3-3にしたので。いいか強いカードになるけど、いいカードは分からないけど、これぐらいのパーカースは好きです。まあ、さあ、王子出し直して、まあ、バタースカル消すしかないかな。はい、で、まあ、サンサンになりました。はいはいはい、いやあんちゃんの、カウブレードじゃなくてカウエルクになってるけど。カウエルク。大丈夫か。で、まあ、カウエルクでも結構強いな。カウンターエルクだから。カウブレードじゃなくてカウエルクになってる。カウエルク。大丈夫か。考えたんだけどね。カウエルクでも結構強いな。カウンターエルクだね。さてまあもうあとはダグリアイか。そうだね。まあこれでも多く落ちるからね。そうですね。100落ちだから。こうなると結構ヤサはきついね。ハンドがニッサー敷かれてるから、まあ戻ったやつだから。ってなるともうこれヤサのリソースはほぼ枯渇したね。もう盤面で戦わない、まあ、で、バガイオンもなしかないから、はい、まあ、土地引いてニッサ出すしかできないからアクションが、これは相当アンちゃん有利、有利ゲージアンちゃんがあるので相当9割ぐらいアンちゃんのゲージは、お、まあ、で、バガイオンもなしかないから、それは起動できないですね。いや、4枚いないですね。3枚しかない。懐かしいよ。はいはいはい、5-5を使タカが全部出ましたね。いや、まあ、いないですね。はい、まあ、まあ、このターンはヒータドリードと、まあ、ガチョウのターンだね、これで。で、サンサンとサンサンが交換してかな。まあ、ワンちゃんももう、おぉなんだなんだ、ジェイス、いや、ジェイス2枚目ちゃう、これは。この喜び方はジェイスでしょう。はい、さすが、いや、これ、いや、トップ見てもいいよ、もう確かに上見てもいい、上見てもいいけど、まあブレイン、まあ、上見るよね、これはもうほぼまくり目がないから、ヤソ側に多分。この次のニッサが通って、ハイドロイド以外ほぼまくれないから、もうほぼまくり目がないから、ヤソ側に多分。この次のニッサが通って、ハイドロイド以外ほぼまくれないから、もう、まあ、ガチョはどうぞって言われたのね、これかな、わかんないけど、はい、で、ラストは、ミッサーオンゾンですよと、ガチョはどうぞって言われたので、これかな、まあ、わかんないけど、で、これでブレスト、ブレスト、まあ、ここはブレスト、はいはい、もちろん、そうは、ミッサーオンゾンです、ガチョはどうぞって言われたので、これだともう、ミッサーに通してもいい、もしくは消した後にでもいいし、
あのターンはブレインしても落ちるリスクが上がるだけで何もしないから、はい、1回出してプラスするのは基本かなり定石だったんで、うん、そうそう、ミラーとかはブレインに落ちるマッチはプラスから入るから、まあ確かに、まあ、このターンは、まあ、そのさっきも話したミドクロ剣かバターをバウンスしてこうでもよかったね、うん、ミドクロ剣バウンスでつけてアタックがまあ一番良さそうかな、見た感じ、うん、そうすると次のターンからミシュラン回してフルバンできるから、ブレイスターはかなりまあ素直に見えたけど、まあ、戻すの、まあ、それだとニッサも無視できて勝ちそうだからね、そうです、うん、多分まあアンちゃんはニッサをカウンターしたいから、まあ、ピアスかなんか探しに行ったんだと思うけど、ピアスかマナリックに、うん、そんなことしなくても確かにもうバドリソースだけで勝てるから無理しなくてもよかった、で、まあ、ピアスをケアして、ね、前のターンだとピアスくらったけどこのターンだとピアスくらないから、マナリークを引いてるか、マナリーク引いてた、まあ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 、これ引いたんだったらまあブレインも悪くなかったかなって、ピアスをケアして、ね、前のターンだとピアスくらったけどこのターンだとピアスくらないから、次のターンしどうするかね、まあ、今度こそミドクロ剣戻してもおかしくない、まあ、バターでもいいけど、はいはい、うん、そうだね、こうなると出し直して付け直してフルパみたいなのが、まあ見た目は素直、そうですね、どこにつけるか、そうですね、高につけますかね、こうなるとバーターでもいいけどね、そうですね、まあ、一応盤面でクリーチャー全部見る、うん、いや、まあ、バターのいいところはこうやってつけられた時にそのね、まあ今、まあ、これだから言わなかったんだけど、バウンスケアすることをケアすると考えると、まあ、バターでもよかったかな、つけるのは。そんなことはないか。剣をバウンスの方がいいか。あるものが死んでしまう。で、1、1がシャンパーブロックになる、シャンパーアタック。これはいいね、素晴らしい。あー、強い。いや、手札をきれいに使っていくね。ミドクロ剣が戻ってきたから、あ、これはアンちゃんがね頑張ってその鷹を、まあ、その鷹というかミドクロ剣がブロックしなかったのかということで、ハマさんの言った通りミドクロ剣が手札に戻って高橋さんが一歩勝ちました。1-1です。さあ、いい勝負だな。いや、もう一戦一戦密度がもうめちゃくちゃ濃くて濃いね。でもね、こんなのばっかだから押しに押してるから。さあ、いい勝負だな。いや、もう一戦一戦密度が濃いね。 A さんの目玉だから押しに押してる。どんなで一回飛び出てくるのか。やっぱ今年もエーサーとジュアの金がね。やっぱインティゼロイルが良かったね。そうですね。もう一回外して、うん。いやもうあれがないとまくれなかったから、多分その三三の群れで勝てなかったから。そうですね。あれできっちり。うん。そうだね。しかも、そうそうそう。うまくね、土地をバウンスしてインティゼロイルでバウンスして全てを縛っていったからね。はいはい。かなりアンちゃんのまあ手際が良かったね。そうそう。綺麗な。綺麗に巻く。そうだね。さあ先手はヤス。そうそうそう。土地をバウンスしてインティゼロイルでバウンスして。四本目やけど。高橋が何枚一回はマリガンした、はいはい、ノーって言ってたから。お、ダブルマリガン、あー、あんちゃんここでダブルマリガン、まあでもまあダブルマリガンしても高と石鍛冶があるデッキなんで、いや多分、いや石鍛冶を探しにダブマリした可能性は高いよやっぱ、うん。あ、でも後手だとな、どうだろうな、後手だと多分マナリークとかピアスでもキープしたから、うん、結構悪いはずだったんだろうね、うん、まあ、ノー、多分タカではキープしないんだ、タカだけではと何もしなくて、多分ちょっと石鍵、マナリークしてるピアスと、あとはまあディスメンバーあたりかな、ギリギリ。大子は GG まである。マナを寝かした瞬間、高橋から悲鳴が上がったが、大子ではなく、大子ではなく、大子ではない、マナを寝
めかした瞬間、高橋から姿勢が上がる。生き勝利、我らがみたいなね。ではなく、はい、ここは一旦、アイアットワーパスですね。王侯は確かにね、まあだから石火事とか、まあ今大体どの時代もすごい時代体験してきてるからね。 PT7 割が異常だよ。いや異常、いや7割は聞いたことないからマジで。王侯は確かにね、歴代初だから石火事とか、まあ今大体どの時代も。さあここで相手が2マナ構えている。さてカウンターに対してはハイドロイドがインターになりますね。いやーここまあマナリークを打たれても、まあ、2枚は引くぞと。ここカウンターからまあジェイスみたいなアクションだとどうなるか。でもアンちゃんとしてはね、ジェイス出した返しにねニッサー取られると負けるからね。この会社のターンどうするかだね。ジェイスだとプラスでも何しても返しにしたら落ちるから相当ジェイスも出しづらいね。石火事プラスいや2マナ、石火事プラス2マナ構えがベストなんだけど、どうするかな。ニッサを恐れずジェイス出すか、ジェイス出すならブレインなんだけど、どうせニッサ落ちるんだったら。そうですね、多分ダブマリしてるし都合よくジェイス出すだろうし、ね、でブレインするだろうね。もうじゃないと勝てないから、もう最悪を受け入れる。ダブマリしてるし都合よくジェイス出すだろうし、ね、でブレインするだろう、ね、お仕事お待ちしてます。カネピー見てる。さて返すはヤソと。ここででもすぐ、まあまっすぐやってないっていうことは、まあ、日差はないぞと。カネピー見てる。さて返すはヤソ。ジャバジャバジャバ、まあそう、まあハイ、まあ、ガチョウ寝かした段階でハイドローをやってで、ジェイスに殴って1か。これでまあね、アンちゃんは頑張って、その賭けに勝ったかね。ジェイス、まあブレイン2回できたから、これでまあダブマリ分ジェイス、まあヤソは4枚引いてる。まあそうね。このターン、オークでも何でもよかったけど、一番弱い。ハイドルで一番弱かった。ニッサ、オーク、どっちもなかったってことだから。そうなるとね、ガゼン、高橋は。急に復活だね、これ。このターン、オークでも何でもよかったけど、一番弱い。ハイドルで一番弱かった。ニッサ、オーク、どっちもなかったってことだから。思い切りの良さが。こう、そうし、ガゼン、高橋は。急に復活だね、チェイス、ブレイしてる時のあんちゃん、マジしやすそうだから。確かに。ただね、カウブレードは、まあ、高と石火事でね、シャッフルもできるからね、うん、いいんだよね、ヘッジがないくせにシャッフルできるんですよ、あのジェイスは。ヘッジがなくてシャッフルもすごいですからね。まあそうだね、ブレインして、まあ石火事を探しに行くんだろうね、きっと。今、タカ出してもノースシャンプーだから、もうあのジェイスは捨てる計算で、石火事からその切り返したいゲームを。まあ石火事を探しに行くんだろうね。ハイドルで出した段階でヤスの手札はあんま強くなかったはずだから、まあ、この2枚と通常ドローの3枚で何引かれてるかってゲームだから現状。少なくともニッサとオーク。そう、ニッサとオークはないってことはまあね、やっぱそこがゲームの焦点だから。ヤスの手札はあんま強くなかったはずだから、まあ、この2枚と通常ドローの3枚で何引かれてるかって。まあそうだね、はいはい、うん、まあまあこれはベストだね。で多分3マナ構えて5でみたいな。ただ、まあ、問題はあっちのデッキのカウンター全部ソフトカウンターで、ソフトカウンターあんま入ってないはずなんだよね。リプライブが入って、剥奪が入ってるかどうかだね。あ、ディスメンバーだけ打っていこう。だからその帳打てない間にディスメンバーだけ打って2万仲間。いや、フラッシュフリーズぐらい入ってるか。あ、フラッシュフリーズ、フラッシュフリーズは昔入ってたね、瞬間凍結は。瞬間凍結は入ってるかもしれない。レアソはあった。はい、まあ、これで、まあ、石火事でブロックをしてジェイスを生かすことを選択。そうだね、もう一回ブレイした。これでも何か構えてる可能性高いね。まあ、炭火でブロックもしなかったから、うん、石火事の方を生かし残す選択もあったけど、石火事でブロックをしてジェイスを生かすことを選択。そうだね、もう一回ブレイした。これでも何か構えてる可能性高いね。まあ、炭火でブロックもしなかったから、石火事の方を生かし残す選択もあった。パッと見マナリ、まあ、パッと見マナリかもしんないね、うん、やっぱフラッシュフリーズ、フラッシュフリーズ、はいはいはい。ワットバリー、レオマツのトバリーパッとマナリーかもしんないね、やっぱフラッシュフリーズ、フラッシュフリーズ、はいはいはい。スッとワットバリー、レオマツ
で、お強い。まあ、でもまあアンちゃんからすると今のドローで引いたのがまあ丸分かりなんですね。まあ先にプレイしてるはずだから本当だったらコンバットの前に、もう代わりのドローで引いたのは分かると。強い。4ターン目にダジェス、3回目のブレインストームです。2回ブレストしたら勝つカードだって昔は言ってたけど、ね。そうだね。2回したら勝ちって言われてたね。これ3回のブレインストーム。いやー、まあしかし相手も規格外だから。あいつも3回ぐらいフル出すと大体勝つやん。死ななさが神ゲーム。ヤッソーはあれだね、まあ、このバントレスを引いてるのは嬉しいね。そうこっから多分めっちゃ時間かかるからロングゲームになるので。高橋さん、まあ、バントレス上叩きは地盤の際っていうことだ。そうだね、まあ、地盤の際引くと嬉しいけど、ワンちゃんね、ここからまだめっちゃ使いたいんだよね。ここから自分がマントを取りに行くのに、うん、だから自分の気はあっても、まあ、ヤスさんもバントレッシュをまだ起動できないから多分まだね、うん、まだ割らないだろうな。そのうち割るけど、はい、2枚目来た。で、バタースカル、これでミドクロケンとバタースカルを持って終わりと。まだ割らないだろうな。そのうち割るけど、ここのジェイスは捨てるかも。でも、まあ、1だし、もう3回ブレインしたからいいでしょって。ここはもう石勝ちの方が欲しいはずね。いや、石かじ交換し、フードと交換して、ガチョウじゃなくて、あれか、ドルイドアタックはかなりある。石かじの方は欲しい。石かじとフード交換はありそう。いや、しかし、3-3にすることを選んだ。なるほど。まあ、まあ、バウンスされるのが嫌だったのかな。はい、とか、まあまあ、いろいろ色味あるからね。することを選んだ。これはディスメイですね。バウンスされるのは嫌だったとか、まあまあ、いろいろ色味あるからね。これはディスメイです。石勝ちをやる。ジェイソン起こす。わかんない。いや、まあ、まあ、これ石勝ちどうするかすげえ難しいね。相手のアンちゃんの手札が3枚で2枚は剣、2枚は剣、いやいやいや、上に戻してるかもしれないから。ああ確かに、あの次のターンもう1枚石勝ち出すとかだったら戻すから。確かに、はいはい、確かに、その上の2番目とかに手札が3枚で2枚は剣、石勝ちのジェイス、いやいや、上に戻してるかもしれないから。ああ確かに、ご存知だと思う。次のターンもう1枚石勝ち出すとかだったら戻すから。石勝ち、はいはい、レインしてから石勝ち次のターン。あ、ヤッソーはじゃあこのターンパスを選択と構えて、そうですね、まあ、バントレス隅まで殴りたいんじゃないですかね。剣を出して毒殺を狙う。いや、毒殺っていうよりも多分一回それで剣を定着させて、アンタップしたいからね。アンタップさせて、ミドクロ剣、隅が装備アタックみたいなアクションをまあしたいはしたいけど、うん、剣を出して、そうアクティベート3-2だから、まあ7マナあればできる。隅が装備アタックみたいな、まあ相当隙大きいからな、やるかどうかだね。そうです、2万のバウンス見てるしね。確かに確かに、そこは結構ね、肝臓が、そうね、相当隙大きいからな。前に動いてこないのはちょっと不気味でしたね。2万のバウンス見てる。さすがにジェイスがな、落ちないね。今回は硬いですね。4回目ですね。4回目ですと。いやマジで、あのハイドロイド4のターンがね、やっぱミキサもハイドロイドもなかったのが、お、ハイドロイドのドローがちょっと渋かったな。全体だから、この高はブレマリガンって何だったのかっていう感じに、まあ、ブレインしてから高だし、高出してからブレインもいいし、もうどっちもいいんだよね、高とブレインが。幸せです。さあ、で、5枚だけど実質高が3枚持ってるから、スペルは2枚かな。高以外のスペルは、昔昔が、弱いね。昔昔が、昔昔あるところにドルイドがいましたになってる、ね。でヤソはフードを出すかファントレスか。弱いね。昔々が。ファントレスで良さそうな。でも殴れないのか。いやそう。いやまあこれファントレスするんだったら、次のターンもガチョウが、はいはい、ガチョウさんさんして殴るプランもありそうだけどね、はい、全然。いやだからそれ悩んでるね、うん、フードをクリーチャーにしたいんだけど、いやまあこれバントレスするんだったら白田もガチョウが調査するし、したした、よかったと、はい、移動してよかったと、はい、そうね、こうそうしたね。フードをクリーチャーにしたいんだけど、あの感じだと移動してなかった、結構したした、よかったと、移動してよかったと、こうそうしたね。で、まあ、そうだね、バットレスを起動したということは、ガチョウを三々に変えるプラン、まあ、そりゃそうだ。ガ
とにかくジェイスに殴って相手にどんどんリソースゾーンさせなきゃいけない。まあ、高川チャンプかな。ということはガチョウを三三に変える。そろがチャンプでも良さそうですけどね。おお、いろいろ。はい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 。まあこれはまあ良くはないか。相手としてはあれだね、そのあの高で剣で殴るように取っときたいってことだね。あれは要するに。そうですね。次あたり。まあ良くはないか。高全部並べて剣つけて叩くみたいな。あの高で剣で殴るように取っときたいってことだね。めっちゃ面白いな。でも剣つけてプレイヤー殴るとそのそうだね、まあそうか、まあ、その剣が次鹿にされちゃうけどって感じかな。まあ、まあ、そうするとレースへのプレッシャーがちょっとプレイヤー殴るんですね。はいはいはい。それはまたそれでよし、これで一回香り殴るよと。ジェイスマジ4ダメージ出したジェイス一生死なねえ、うん、このリスキージェイスがまあ構想しました、うん、まあダムマリっていう思い切りと、まあ多分あれがねもっと反応強かったらやらないんですけどね、ちょっとアンちゃんもダムマリでもう他に選択肢がなかったから勝ちに行くねやこれっていう、もうやはりリスクを取ったのは、まあ、リスク取らないとリターンも取れないけどね。あ、そうです。リスクの時って、うん、アンちゃんもダムマリでも他に選択肢がなかったから、うん、ニッサもオーコもどっちあっても負けだったけどね。そうですね。それはまあいや素晴らしい。ここでプレイしたからこそそうそうこのゲームになってる、うん、あれは変なカード構えてゴーとか高出し高だけ出してゴーとかあったらもうゲームが終わってるから多分。それはまあいや素晴らしい。ここでプレイしたからこそそうそうこのゲームになってる。さてあのブレインズあのジェイス落ちるのか。いや硬いですね。硬いね。先体の鷹がバッチリ守ったるでとか。このスクライ難しいですね。むずいね。ヤスもさっきは結構ヤスも悩んでる。めちゃくちゃ選択肢がある。ガソをさっきは結構やっとないめちゃくちゃ選択肢があるプトップ、はいはいはい、プトップです。はいはいはい、はいはいはい、ああまあいやまあずっとあ映ってた俺だって今今あそうだよねそうだよね、うん、あ急に映ってるんでしょ。映すようにしてるみたいな。うん、ああまあいやまあずっとあ映ってた。やっとはしばし、いや結構しばしどころではない、うん、まずはでってあおここで三三にしたで、ね、でおおこのおーこ出しそうですね。もう一体違うか。ここで三三にしたでおおこのまず三三作っておおこの二枚目をプレイ着地。てかなんかガチョウかこれは。そうです。そうだねこれは。残そう絶対落とすぞと。残そう落とす。ここで三三みたい。いやまあよし鹿を潰すか、あ鷹を潰すか。あドレイドもいった。まあ、ああいう気になってでもこれで炭顔を使わせるかどうか。炭が使わせるかジェイスが死ぬかどちらか。まあ、とりあえずジェイスが生きてるうちはゲームにならないから。これもう一枚なんか反動にやりそうな、あこれああいう気になってはい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 。なるほど。とりあえずアンちゃんはジェイスだけ捨てて、今マナクリと11だけ交換したね。21と11だけ、はいはいはい、ついにジェイスが落ちて落ちた。4ターン目のジェイス何ターン生き残ったんだ。5ターン。しかしお、なんだなんだ。8ターン目はできてた。で2枚目のジェイスかな。これギデオンかな。5マナはギデオンか。あ、違う、バッタースカルかな。バッタースカルスだし、あ、はいはい、いや、いや、ジェイスかな。しかし、うん、悩んでる。何だ、3ターン目はできてた。で2枚目のジェイス。あ、なるほどなるほど。はいはいはい。いや、これでオーコが狙える。はいはいはい。そうだね、4、1で朝だけ、はいはいはい、マックスバリュー取ったね、これで。これはすごい。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
剣やっぱり強いマックスバリュー取ったね、これあー、なるほどなるほど、はいはい、そうですね、待ってしまったから、ニッサーで、上に置いていたニッサーで、マナリークはケアできてるよと、にフラッシュフリーズをここで夏のパーティー夏のトレバリーに対してマナリークかな。ここに対してマナリーク。さすが、まあ、ジェイス。さすがあんだけジェイス起動してるだけある。やはり。夏のトレバリーに対してマナリーク。さすがにラブマリーからでも。マナリーク。朝のね、中のドローがね、やっぱり。ハイドロイド、ツードロー2回やったけど、そうですね。かなり身がなかったからね。ラブマリーからでも。これで。朝のね、中のドローがね、やっぱり。からはもうあれだからね、高に付け直して立てれるから、そうですね。もうその6点が最後の6点の可能性は結構あるね。まあ高いですね。なのでこれで列柱立てて殴って列柱一番タップした列柱がやっぱり構え構えられてるんで。そうだよね。どっちが早いかな。これで列柱立てて。まあ列柱は立ってないから。してるのはクリアの方が早いか。はい。まあ、で高につけ直してだから1枚は、まあ、高と列中両方立つからねこれ多分、ああ一度か、いやまだ余ったらつけてほしい、はいはいはい、いや一度でかいんだよね、13333だから、うん、基本高と列中両方立つからどっかで一度か当てる必要あるから、当て毒では上が止まらんからからのバタースカル硬い、いやで高につけ直して終わりか、はい、上が上がハハハハハハハいや、結構そう、じゃあ、頑張りましょうか、はい、じゃあ、井川さんはここで、はい、お分かりということで、井川さんは今から羽生さんち行ってドラフトするんでここで退場となります、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、じゃあね、じゃあ、井川さんはい、はい、はい、井川さんは今から羽生さんちに行ってくださいよ、ここで退場となります、はい、ありがとうございます、行けます、文字が必要すごいですよ、次は何か、次はヤスさんが、ヤスさんが禁断のデッキ、禁断のデッキ、おじデッキ、まあ、禁断のデッキ、禁断のデッキ、禁断のデッキってことは話は大丈夫、喋れんの、さっきも痛いって言ってました、井川さんが大体喋ってくれるんですよ、ちなみに今のカングレードは、はい、グランプリシンガポールシンガポールの PV が使った優勝した PV ですね、そのグランプリでヤソさんもヤソさんもトップ8ということで、なんかその時は青黒テズレットで、中島さんが、そう、中島さんがとんでもない反動だ、あ、これはい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 、これは禁断のデッキ、これは禁断のちょっとだけやっとく、うん、ちょうどね、まあ今いや、KK もこう真ん中来いや、たくみわからんよお前、どいてろもうこれおじのもう30代のもう完全独断する独断じゃん、もう30代の完全やこれね、これ左からこの2番目のこのカード、不思議な色合いのこのカード、はいはいはい、若者の言葉、若者のこと、若者はもうガチョウの話でもしろって、うわっからのエリムモノリス、ここまで来たらね、どっちかどっち使ってんの
あ、からの違うでしょ、ヤスが逆でしょ、ここまで来たらね、そうだよね、だからヤスがこっちとクリームモールスターちょっとがグリムモノです。おっと、鹿になった。グリムモノです。鹿。周りも高さもデッキはある程度分かっている。結構まあまあ苦しかった。めちゃくちゃハンド強そうだった。まあまあ苦しかった。鹿になった。そうだ、結構スタート。全て失ってるんだよな。まあまあ苦しかった。やはり多い。ちょっとですね。めちゃくちゃハンド強そうだった。苦しかった。能力失ってるから起きます。確かに起きます。もともとアンタップしないと。さあ出ました。はい、これ偏頭痛っていうね。非常にめぐりむというで。はい。でめぐりむとツボジャー。メモリージャーの、はい、の組み合わせで、まあ、一気にね14点。を叩き出すコンボデッキです。はい、今ねかなりそのダークリーチャーの暗黒の儀式とか、これそうなんだ、はい、あるよね。学ばると引いてないんで、はい、ちょっと動きはかなり遅いんですけど。ウィキに載ってたリストをそのまま。まあだいたいそうですね。2キルも、まあ、かなりあの現実的な確率で発生して、まあ、大体平均 3キルぐらいの、コンボデッキになります。で、すごいカードにできた。だからね、おじが喜ぶカードしかない。はい、ネクロフです。今の若い人は、何の誓いって思ったらしないけど、誓いではございません。ネクロポーテンスでございます。何枚も払っていくか、まあ、自身のドローステップを伸ばす代わりに整理ライフをすることで、ターン終了時にドローをすることができます。払ったライフ分のドローすることができるよ。自身のドローステップを伸ばす代わりにすげえな。ターン終了時にドローをすることができます。払ったライフ分のドローすることができます。完璧。ネクロポーテンスはね、まあ、このデッキ以外にもね、あの黒タン昔から、ね、昔から、はい、使われてまして、ネビ版とかで使われてた、はい、プロテクトもしますね。昔はよくコンボデッキで書いてた、うん、まあ、このエリア以外にもね、黒タン昔から、はい、使われてまして、ネビ版とかで使われてた、プロテクトもしますね。クロードネイトとかね、イニシエのコンボデッキには常に大体入ってたっていう。あのアグロとかも使ってイニシエのコンボデッキには常に大体入ってた。大体入れてたこれ若い人このランド分かんないなんで置いたの？クソランド。クソランド。いわゆるさあテンペストのクソランドですね。休みランド、お休みランド。お休みランドですね。スタンダードだからな、あのアンダグラウンドシート。そうスタンダード。うわクソランド。いわゆるテンペストの終戦ですね。これでメモリーちゃう。アーティファクトをサクリファイスすることによってライブラリーからアーティファクト1枚を場に出すことができますと。でこれでメモリージャー記憶の壺をサクリファイスして一旦手札を横にどけて7枚引きます。でその7枚をターン終了時に、まあ、捨てるっていう効果です。なので対戦相手は、マナが起きてない状況で、まあ、これやられるわけで、まあ、カードを消費することができない。で捨てるだけなのでそこでまあ14点食らうと、まあ、捨てるっていう効果です。なので対戦相手はジガティンカーつまり、ということはさらに、はい、記憶の唾をもう1回7枚横にどけて14点28点と、つまりこっちで巡りも行こうはさらに、そう、さらに倍、はい、記憶の唾をもう1回7枚今じゃはい、高橋さんは今から死にますよと飲みましょう。7枚捨てて戻ってきてセル。はい、高橋さん、これがまあイニシエのコンボデッキメグリムジャーというデッキですね。この2週間で2週間はい、説明します。
あまりにも、まあ、強かったために大会の前に45日ですね、45日で、禁止となりました。王庫、上手すぎるだろ。王庫、いやこれね、あの王庫と昔が禁止になったことによって、この45日という数字があのすごい有名になったんです。王庫と昔々は46日、1日だけ。あれはね、エクステンだった。はい、これダンちゃんは死んで、今サイドボード、サイドボードは何がない。え、サイドボードないないよ。これは説明するとリストを探したんです、はい、でも大会に出た記録がなくて、あー、なるほど、コミのリストが見つからなかったんです。なで一応エクテンとかあったんですけど、エクテンだとちょっとあれなので、リストを探したで、しかも、はい、まあ、でもまあまあ強いから、まあ、大丈夫だろう。ええやろ、我慢しろやろ。まあ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 、決まったカードで入れるんだったらさ、あのブレスとかですね、うん、ブレスは使えるはずだ。まあ、サーガだから、サーガ、そうですね。テンペストとウルザズレガシーまで、そう、ウルザズレガシーの時期も素敵だもん。あのハンマーマークがね、そうです、そうです。リストが弱い。でもね、ちゃんとしたリストがね、見つかるのも。レガシーの時期も素敵だもん。ハンマーマークがね、そうです。リストが弱い。本当に。まあ当然ね、安岡さんもね、おじなので、もうその辺にはうるさい。でもこれ土地はないができてしまい、あ、さすがに。でも隔離から当然ね、安岡さんもね、おじなので、もうその辺にはうるさい。残念なことは、その浜さんが用意してくれたカードが全部その新しいんだよね、はいはい、絵柄がね、だからそう、おじ的にはあんまりピンとこないんだよね。あ、やばい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 、これはあかん、あかん、あー、どうだどうだ、あかん、あ、だが、これはあかん、これはあかん、みたいな、そういう展開も。だが、黒がもう一枚しかないかって、あの話かな。みたいな、そういう。このスピードを打ってるの、コミュニケーションを打ってるの。このスピードを打ったらして何ができるか。まだまだ大丈夫だと思ってます。確かに、ペタル入ってない。うん。お前。いや、あると思うよ。うん、あるはず。うん、確かに。アルケージウィキのやつには確か載ってるはずなんです。ホマさん。え？え？いいんだろう。いや、あると思うよ。うん、アルケージウィキのやつには確か載ってるはずなんです。メモリーじゃん、届かない。難しかったね。うん、あ、もしかしたら、あ、ね、ボックスダイヤモンド。どうサクリファイスしてたら、あ、そうです、うん、行けたかもしれないけど、うん、行けたかもしれないけど、見えてないところで、まあでもね、何か分からないからですね、はないですね、このリストには。あ、本当に行けたかもしれないけど、まあでもね、転して使い果たした感じになってしまったり、そこに飛び出してくる王国。あららら、マナを、青マナを奪っていく。あらら、マナを、青マナを奪っていく。最速をね求めたがゆえにつまずいちゃったね、つまずいてしまうガスケツという。
が増えてしまうバスケットという。しかし防具は硬い。まあそんなにそのマナを使うデッキでもないんで、ここから欲しいのはまあネクロポーションですとか、そういうリソースを回復する手段であるんですけど、まあ当然ね、アンちゃんもね。そういったカードをカウンター、ね、できる。なんか意外な授かり物はこの直前にモマで禁止になってるんで。なるほど、まあ当然ね、存在しないとのことです。アンちゃんもね、そういったカードをカウンターできる。なんか意外な授かり物はこの直前にモマで禁止になってる。ああ、なるほど、一瞬あったってことですか。それはなんか禁止タイミングがあったっぽいですね。4月1日禁止で最後が遠くかかるじゃないですか。てか、ハマさん、僕らより王子なの知らず知らないの。俺の記憶が、八王子杯にみんなでめぐりむじゃを持っていこうとしたら前日に禁止だって。ハマさん、僕らより王子なの知らず。これね、これこれ来ましたね。ただライン結構詰まっているが何点まで払う。これね、ただライン結構詰まっているが、下を除去られないと踏んで限界まで何点まで払うしかない。さて、帰ってくるのかどうか。帰ってきたらもう知らんぞ。ごくり帰ってくるのだろう、ターンは。俺にターンは。ちょっと考えているということは、ごくり帰ってくるのだろう、ターンは。俺にターンは。アンチャの選択肢としてはマナを縛る。考えているというのは後付きの選択しかないからね。帰ってくるのだろう、ターンは。さあ、鹿同士が相打ちではない。もう結局ね、野草的には、あの次のターンしかないわけだから、1点のライフを守りに行きましたね。さあ、鹿同士が相打ちではない。と三三にした。結局ね、野草的には、そのターンしかないわけ、縛れそう。1点のライフを守りに行きましたね。通りますか。エアゴンスピとんでもないか。そう、ここでバンナーをサンバラ欲求。ペタルがないのが、トータスペタルがないのがね、ちょっと響いてますね。ペタルがないのが、スペタルがないのがね、ちょっと響いてますね。だから先手一旦切るみたいですけどね。いや、でもペタルがないから、はい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 、おい、これはすごい。これはすごい。これはすごい。放送日入ってない。ペタルがないから一、はいはいはい、おい、おい、じゃあこれでよろしいですかね。どうやっております。どうやっております。はい、何点。これでよろしいですか。結構行った方がいいからね、記録だからね。まあそっちある程度引くことかな。そこのティスはディスカードすると、結構行った方がいいからね、記録だからね。まあそっちある程度引くことかな。今日捨てるコインですか。はい、ハンデスでも、すいません。はい、今日のティスはバカリット場合には最後なかった。いや、ディスカードだけ。どうだろう。すごいよな、このガード。
とんでもない企画の趣旨にぴったりスタンダード俺が最強さっきアウェイで言った企画の趣旨にぴったりなんだろう最初入ってる禁止カードがかなりかわいい3 3 5 7 4 1大体決まってるのかな、うん、そんな感じ、うん、大体決まってると思いますね。ガチョウを出した。ガチョウを出したこのガチョウってカードすごい強いんですよね。ガチョウ俺が何をしたんだって。ガチョウを出しためぐり、じゃあ持ってきてめぐりも置いてウィル打って先にウィル打ってダリ中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 でマナボルトも置いとこうこのね、ヨーグモスウィルっていうカードね、やばすぎ。いやスタンダードで使えたんですよね。でじゃあまあ、大台の600人を壊しました。ヨーグモスウィルっていうカードね、半分でちょっと、オジ的にはね、すごい違和感あるんですけど、メグリムがね、ちょっとね、絵柄が違ってすげえ違和感あるんですよ。頭抱えてるやつですね。ストロングホールバンク。ちょっと、オジ的にはね、すごい。うるさい言い訳は聞いてない。もう、ハムさん、言い訳ばっか。うるさい黙っててストロングホールバンク。うるさい言い訳は聞いてない。もう、ハムさん、言い訳ばっか。簡単でございます。2×捨てた枚数でございます。3回で、ってことは安岡さん安岡さん死んでますよ。安岡さんお相手の方死んでますよ。いいんですか。全然止まんないよねこれ。安岡さん安岡さん二ターン目ですよ。安岡さんお相手の方死んでますよ。いいんですか。っていうデッキですね。二ターン目ですよ。はい、安岡さんお相手の方死んでますよ。もうクリックするのもめんどくさいみたいなっていうデッキですね。はい、順番決めたらあと F6 でね。マリコいい勝負じゃないけど、いい勝負じゃない。さあ盛り上がってまいりましたね。会場も会場でね、もうだこの声って入ってんのかな。多分入りますね。あのマイクで多分拾ってる。いや、俺のマイク、俺の声じゃなくてみんなの声で。あ、じゃあこっちのマイクも一応生きてる。うん、会場で大盛り上がりでございます。この声って入ってるの。結構ね、初めてこの動き見たのも覚えちゃう。いや、うん、俺のマイク、俺の声じゃなくてみんなの声で。あ、じゃあこっちのマイクも一応生きてる。会場で大盛り上がりでございます。この声って入ってるのね。いやでもパック向いたらその時点で禁止だった。はいはいはい。その悲しい思い出しかない。友達からそのめぐりむめぐりじゃない、ジャーを交換してもらって禁止になって。ああ、はいはい。でも その時はね、でもコンボデッキというよりかはあのネゲタとか、ああいうカードが好きだったかな。ダクリからネゲタ出してショック打たれて、すいません。そう、当時中学生だったから、みんなその安いデッキしか組まなくて、赤ちゃんとかにやっぱ人気だったんだよね。ショック飛んでくるよね。やっぱ山を置かれたらね、ドキッとするよね。みんなその安いデッキしか組まなくて、昔はやっぱ人気だったんだよね。はい、あちゃんが、あちゃんがデルバーで、ヤソウが
はい、シミックフード、はい、ちょっと SN ですね。情報によると、このデルバーはアンちゃんが日本代表になった時のデルバーで、デルバー、ちょっとだけ違うと、一般的な、はい、シミックフード、ちょっと SN ですね。情報によると、このデルバーはアンちゃんが日本代表になった時のブレードスプライサーがルーンファイト、ルーンチャッターファイトの代わりに入ってる、あ、裏返った。レガシーかこれ。レガシーの。遅いからな。裏返った。レガシーか。これがあっちゃんのオリジナルというか、リスタルの強い。絶対レガシー。鹿にはどうやったらレガシー。これが。まあ、あと修復店もね、うん、修復の天使も、まあ、ロンマナさん用のフラッシュなので、まあ、かなりそのニッサとかに睨みを効かせられる、まあ、カードかな。てかあんちゃんぶん回ってるね。ロンマナさん用のフラッシュなので、禁止カード、はいはいはい、ギタクシア班調査ですね。あんちゃんぶん回ってるね。ロンマナさん用のフラッシュかな。メンタルミスステップがね、禁止早かったですね。ガットショット、ガットショット、ガットショット。まだまだマップ引き出てんよ、ツナクション取ってた。メンタルミスステップがね、禁止早かった。この大事、どういうのやらないとやばい。ガットショット、ガットショット、とんでもない。7パンコとガットショット。これはどうすか。この大事、どういうのやらないとやばい。おじがおじねえな。高橋さんの後ろには大量のギャラシーが。みんな懐かしい。結構やってた頃。ブリンクしてサンサン先生が新たに。おじがな、あんちゃんを囲って。警戒に殴って。みんな懐かしい。結構やってた頃。ブリンクしてサンサン先生が新たに。おじかな、あんちゃんを囲って。警戒に殴る。スペインだ。島奈、終わり。終わり。負け。お前の力よくわかった。スペインだ。島奈、終わり。終わり。負け。太陽がある。相手がね、1マナと2マナのデッキだからね、うん、マイクに関して、うん、コメントが来て、ちょっともうちょっと上の相手がね、1マナと2マナのデッキだからね、こっちのマイクに関して、あ、見えない、こっちで見ろ。マイクが何だっけ、多分そのみんなで笑った時に、みんなの声が全部のマイクから拾ってるから、うん、マイクに関して見えない。こうしてるより多分聞こえてるのかな。あのカメラをオンにすると、あのカメラのマイクが拾うから、みんなで笑って、どう拾ったんだろう。そうすると、あれか、エコーしちゃうのか。あのマイクって切れない。あのカメラを切れなそうです。あのカメラのマイクが拾う。配信音マイクの。ああ、じゃあエコー線だね。うん、配信音がマイクに乗ってるから。ときめきだよ。ああ、じゃあエコー線だね。配信音がマイクに乗ってるから。メンタルミスステップでガチョウが消された。とんでもない。破れたり。あ、音声大丈夫ですか。改善したら。これをやりたいがために気持ちよくなってしまったために。いつの間にか方向が。あれ？
ビルはちょっと遅い。改善してないっぽいですね。OBS 側の問題なのか。OBS でまたどっかのカメラが開いて。改善してないっぽいですね。そんなに今抜いたら、そうですね。なんか Wi-Fi が落ちてます。うん。浜さん、配信は続いてるっぽいけど、これ有線で伝えてるからこれは大丈夫かな。何で切れた？なんて怖い。これはつらそう。ヤスオカさん、ちょっとそこで本気を出さなくてもいいんですよ。ヤスオカさん、いや、僕はマリンが進めてくれる。ヤスオカさん、ちょっとそこで本気を出さなくてもいいんですよ。ヤスオカさん、やるこれ。すごい、すごい。これを悩めるのがすごい。ここで本気を出さなくてもいいんですよ。ヤスオカさん。やるこれ。すごい。キャンセルした。悩めるの。一個始まった。キャンセルした。ループしてる。ん？このパソコンが。パソコンもう役割ないよ。まずは P しかない。なんか違うやつ。コメント見るだけ。コメントだったけど今。記憶にあるやつとちょっと違う。コメント。そこ。まずは昔々からかなりこと言ってるやつ言ったけど。うん。P しかないか。エコー関連どうですか？視聴されてる方。治ってます。今聞いていますね。どうですか？いかがでしょうか？音が30ぐらいになってる。エコーというか3秒ぐらいの感覚で。なんか別のがオンになっちゃってる。今聞いています。マイクこの1本には切りますか？だから他の方が拾わないから。もうこれしかね、ついてないんですよ。え？これしかついてないっておかしくない？どっから拾ってる。ここのマイク切った。もうすでにそっちのマイクは。さあ22でございますよ。最後は本当はめぐりメジャーと
メンバーの対戦をやる予定。別のマイクで聞いてる。2-2でございますよ。まあそれでいけないから。どれかに相手があるから。いや俺はなんてモマを持ってる。メグリもなくモマの対戦が。メグリもメグリも勝ちますよ。まあ、そうですね。いや、まあ、ゲームがあると合わないけど。あ、そうか。あ、いいところの手なんだ。あ、分かったことは、やはり一人で弱い。やっぱ、ゲームがあると。あ、フルト4連敗。やっぱ、スタンダードですね。いや、惜しかった。あんな中で痛いの。04はいい逃れができない。キャプチャーボードかカメラの話が入ってしまうので、じゃあ俺。ちょっと見てもらって。それキャリーごめん。それキャリーがないって。カメラの音声入ってる。ここの、カメラにあったやつを右クリックして音をオフに入れます。誰か持ってきてる。オーディオ入力、オーディオ入力内蔵ってなってるところ消せる、これなし、うん、なしで。インプットを出せばいい。うん、これでオープンでいいじゃん。あ、更新した大丈夫。ウィンドコーラだけいいね。あともう一つの方のカメラ、うん、あ、これはなしになってる。それいや、じゃそれ今やってるじゃない。これ今やってる。もう一つの左下カメラ、左下カメラ2つあるんですよ。左下カメラこれとこっちのカメラだから、それをじゃオフにして、ちゃんと引っ張れば、あ、うん、俺やるよ。ということで最終戦始まりました。はい、ヤスさんの方が画面が出てる。はい、ヤスさんの画面出てます。ヤスさんの、めぐりむじゃーとあんちゃんのフェアリーということで。こう。部族トライブブロックランドのタップイン。タップインか。さあ2ターン目。エコー治ったってコメント来てますね。あ、よかった。出てくるのか出てこない。構える。これは構えないとでしょう。構えない。死んでもおかしくない。コンボデッキ相手。なんでしょうね、検討が検討が、アーティファクトを並べていく、何なんだろう。あ、こっち多分大丈夫だわ。あのさっきのコメント用のパソコンですけど、懐かしい。あのルーンのほつれだ。ほつれ、うん、結構払えちゃうからね。3マナを払うからちょっと難しい。毎ターンペイライフすることになるけど、まあ、とりあえずは通していく。解説カメラをつけたとき、マナバルトを押せば、ドローステップ、ドローステップ、昔のカードなんです。コメントがついちゃくと準備を整えていけば。でもそうだよね。なんでこの選出された理由がわからないけどね、このヤスが使ってるデッキは。
一デッキだけもうズバ抜けてるけど、なんでこれが選出されたんだろう。本当は段階的なものがあったんですよ。小中強みたいな。今日の部分が強すぎる。高橋さんがなんかもう結構フェアフェアフェアみたいな感じで持ってきて崩壊したら、コマンドみたいなのが来るってなってます。ああ、これベンデリオン。誰に落とすのか。横の数字4枚入ってる。入ってる。もう直接聞き出した。とりあえず。直感ティンカーどっちだ。スタイルはね、まあ、ルールが変わったというかね。これがペタルだったらよかったと思う。確かにペタルだとダークリッチャーじゃなくて用具も精神です。この敵だとね、ペタルの介護官になっちゃうからね、モックスダイヤモンドは。さあ、安岡さん動き出した。仕掛けていったな。まあ、待つ理由もないってことでね、うん、ガシガシいきますね。さあ、だけど見せていたティンカーを打っていく。します。まあ、当然ね、持ってきたいものはじゃあ記憶の壺。壺っていうのがいいよね、なんか。確かにいいもの、いいものイコール壺みたいな。俺が欲しいのは壺っつって。ちょうど青メールは打てない。そうだね、うん。だからそれも含めても今しかない。そうですね。チャンス。ステルスタッタースプライトってギリギリ消せる。谷起動からのスタッター。みんなで行けっつって。みんなで止めろ。悩んでるということは何かしらあるが、うまく消せないみたいな。はい、消した後のことをね、考えてる。ああ。ということで、ということは、フェアリー感とか2になり、でスタッターを出すことによって3を打ち消しますと。じゃあもう1回いくか。スタックに乗るんですね。そうですね。シティオブラスとあのマナの合流点の違いはですね、シティオブラスは1点ダメージがスタックに乗ります。マナの合流点はもう寝かした時点で1点食らいます。またね、このね、ネクロ左側の、ね、ネクロポーテンスがね、新しい絵だからね、オジには刺さらないよね。そうなんですね、この絵は、ね、そう、学ばると思うね。あの四角いやつは、あ、四角じゃない、これあれか、綺麗なやつだね、うん、これもね、刺さらないよね。マスピのね、あの四角いやつもね、ちょっと冷蔵庫みたいなやつもね、全然オジには刺さらないんだよね。冷蔵庫、これ冷蔵庫だったら思った、うん、四角いやつ、はい、感心者用の冷蔵庫みたいなやつ。いや、まだもう一回ね、まだ打てるミロを打っていたね。ミロを打っちゃダメで、メグリムを、あ、じゃあジャーをもう一回出せるんだよね。これで、まあ、28点かな。まあ、1枚使えたとしても26点入っちゃうから、うん、どこ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 。これは禁止です。はい、これは大会1回もあかんけど、さすがに禁止。なんで吸ったんだ。メグリム自体はそのジャーがなくても使われてたから、どうなんだろうね。
ダメージ、うん、はい、今のサイクル基本使われないからデータサイクルは好きぐらいでしょ紹介よりはちょっと一息つくのはちょっとこれはまたこれはすごいこれはまた興味深いこれは興味深い実に興味深いずるくない？ヤソー2回めぐりむじゃんずるくない？これ結構負けそうだけどねこれ勝ってさすがに決めてくれよこれ決まるやろこれ1枚で終わるよよしよし言ってますねということはあれを引かれたのかあんちゃん側はよしよし、うん、あ確かになということは相当ですか、はいはい、これはちょっとねきついね1枚引くだけですかあとはそうジャーカーそのサーチのカード1枚引くことができれば本当にマジ弱いからうんそこ欲しいのは、まあ、ティンカんペタルだったな、まあ確かにうん、計算しないと面倒くさいけどこれはどうなんだいけるのかこれはそうだね、うんマナボルトってカード壊れてるよねおかしいですよね、なんでサマー出るのみたいな1から3出るからね、このカードね不思議なカードだよね、うん、なぜか再録されつけたすげえカードよまあ、レッツゴーヤソーカかなレッツゴーヤソーカジャスティン、いやさすがにあんちゃんフルタップだからもう全部のできないからブロッそうだねブロッキングできないもんねこれはい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 はされてしまったされたほら5万で1個も入らないから、うん、コマンドできないこれが土地岡さんですねあんちゃんあるなありますねここをしのいだからいやむしろねあんちゃん有利と言っても過言じゃない、はい、急激にきついそうだね、あんちゃんフェアリー側からしたらね味するよねあーやめてー危なかったまあ、モックスダイヤの方が高いからねえいいだってあーこれはもう、まあ、小島軍団的にはやったったねこれは、うん、やったったねうんあんちゃんありがとうということでねコメントもありがたいですね、次回とかちょっとやっぱりねもう本当にこう解説のもうすぐ横でやってるじゃないですかなんか効果音とか欲しいですねああ、うん、はいはいはいざわざわとかざわざわ全然全然怪人みたいな怪人みたいなねこれもざわつくでしょもうこの会場が早いですね
ちゃった。ふっ、ふっ、ふっ、いけ、ふっ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 、いけ。いやーずるいよ。ハクトももうなんもない。ずるいよやそうかさん。まあでもこれはダメだね。うん。わかった。いやー、2枚目引いて来られた時はね、もうかなりもうざわついたけどね。なるほど。いや、あんちゃん攻めてこ、攻めてこ、うん。普通のハンドじゃ勝てないからね。まずはモックスダイヤモンド。まあまずは。ゲームじゃねえ。これは。青相手は痛めネクロって昔から。最後出れないからまだね。仕掛けるターンがまたね。いやその冷たい顔でネクロポーズ。おい。いやいいカードだな。ネクロポーテンス、うん、好きだったな、うん、もうねあんちゃんも解説陣もみんな笑うしかねえまあ浜さんのヘイトが高まってますね。そうだね浜さんのヘイトが何なら勝てるかな。フォースビル入ったスタンダードじゃない多分。まあ、ウィルワーぐらいは欲しいよね。ウィルカ逃げしょうないと多分無理かな。あまりにもクレートしてネゲーション入れるぐらいの遅めとしてネゲーションが入ったペアリン。やっぱねその1マナの0マナのパクト1マナのパクト、まあ、ダークリチュアルっていうねところがまあちょっと ずるすぎるよね、うん、加速にもう、うん普通の環境のデッキは全く追いつくことができないから。とりあえずはサーチ手段。とりあえず打つがドロー。手札回復。うん。何を持ってきているの？確かに。そもそも論。夏の帳に弾かれた。時代を超えた。対戦相手対象。あインテューション、はいはい、が選ぶだから確かに、ネクロリコーディスの言うときインテューション持ちに行く。ファクターフィクションはディスカルだけなんで、はい、あのインテューションで墓地には置かれます。まだいっぱい出る可能性あるんですか。あなたのライブラリーを5枚公開して対戦相手の多分2つになる。あじゃあ他人勢さんから言うと みんなで仕分けるみたいな。そうです。なるほど。みんなでというか1人選ぶ。なるほど。これがペタルだったら、まあ、これは何のことで
とりあえず抵抗はしてみる。しかし、しかし、しかし、すごいカードだよ。このネクロコーテン。せやな。釣れはーって。結構詰めましたね、ライフ。やばいね。無知な若者。あ、もうちょっとじゃないですか。まだ行けますよ。あれライフ5っすかって、まだ行けんじゃないですかって。あと一歩じゃないですか。なんで投了しちゃうんすかあと一歩じゃないですか。いやー、惜しかったっすね。まあ見せられて絶望するね。あるんだよなっつってな。あれ？まだ取る方。はい。そうなんだよね、1枚じゃ死なないから そういうパターンもあるのか。安岡さん終わってますよ。安岡さん、安岡さんもう終わりですけど、店閉まってますけど。もうちょっと。これだけ、これだけ。これ56点だけど、ちゃんと限界まで挑戦するから。これ、14の ×6 の80。安岡チャレンジが。何点入るの一体。めちゃくちゃ真剣ですからね。この状況で。コメントでも安岡さんって安岡さんってえって終わってますけどって安岡さんって聞いてますっていやこのデッキ持ってきた浜さん悪いよあるかな。まあ45日だからね。しょうがないね。閉店にもかかわらず回し続ける予想が。あれでもなんか浜さん明日5時半に持ってこうとして。俺らの2週間だった。俺の記憶だった。あ、そういうこと。そうで、で実際禁止になったのは多分そのさらに2週間後で4時。すごい。多分100点ぐらいは入ってる。さあしっかりした。そうだね、チャンドラの顔のところに注目ですね。マイナスいくつになるか。でもこれだと1ヶ月解決だから多分ちょうどゼロになったところ。あ、終わっちゃう。あ、本当だ。あ、残念。残念ということで、はい、いや、いきましょうか。いや、5点。5は歴代で見たら大したことない。メグジャーの前にやるのいいから。このツボ見てみぃ。わしのこのツボ見てみぃ。じゃあ2人一緒の方がいい。いいやろこれ。7倍色や。まあね、こっちじゃ失踪してる。今俺ライザさんと連絡取って。原根さん。なるほど。さん通信が。話を。どこさん。話しましょう。高さんの。はい。スマートフォン。原根さんと。よいしょ。お疲れ様です。ここです。熱戦をね、5試合、5マッチやっていただきましたからね。多分最長かな。めぐりめぐりムチャって多分みんな見たことなかったと思う。名前だけの。20年ぶりぐらいマシキするからね。はい、まず大会記録が存在しなかった。デッキないぞ、見つからん。プロツアーとかグランプリで使えた経歴がないから。そうです、ないです、ないです。あまりにも強すぎる。あの時もイベント自体少ないから。MTG ウィキに載ってるページもその使用者不明って書いてある。サイドボードなしです。
こういうデッキだっただろうみたいな形跡しかなかった。いや強かったね。とんでもない。スタンダードと思えない。レガシーより強いから。いやちょっと考えてたんですけど、フォースビールある前提でまだ強いです、ね。うん。多分ヴィンテージでも強い。はい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 、だってヴィンテージ制限されてるカードいっぱい入ってるよ、いっぱい入ってる、うん、学ばると4枚、修繕とかそうですね、ヨグマスの石も制限なので、ネクロポテンスも制限だし、うん、ネクロ使うのやばいね。そうそうマリガンっていうルールとちょっとロッドマリガンよりねコンボデッキ、しかもそのパーツいっぱい使うコンボじゃないですか。ちょっとずつ減ってっからまずいかなと思いきや、あった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 2、3 なんなら沼、暗黒の儀式、ネクロポーテ3枚で、3枚勝つ、お、いい初手、まあ、ガチョウオークちょっと違うから強さがランドさんね、ランドガチョウオークいいなって言ってるのちょっとわけ違うからね、まあ、やっぱりネクロポーテってやっぱイラストがいい、イラストいいよね、あのドクロがいい、ドクロいい、ドクロ再録のやつちょっとよくわかんないから、ね、なんかデクロか一瞬認識できなくなっちゃう。まあとりあえずネグルムジャン本当にすごかったんですけど、うん、まあ王子がやっぱ全部負けたのも、あ、確かに全敗、うん、ティムールエネルギーにも負けちゃったんで、まあそのドローの、うん、ブレもあったんですけど、まあ、ティムールエネルギーと同じくらいだと思うけど、まあなんかゲーム感結構いい感じでしたよね、うんうん、なんか禁止今年たくさん出たから、うん、歴代最強かなと思ったんですけど、でも大体禁止されてるカードばっかだけど、まあ確かにサウブレードとかは、でもあの禁止されなかった。なんかそのティムールエネルギー買う、ね、でもあれかな、ファイマナいっぱい入ってるからね。まあ、うんうん、まあ今見ると、まあ、メンタルミスステップとか入ってるし。そのティムールエネルギー、カウブレード、そのデルバーって全部見てきて、なんかやっぱそのもうデッキ全部強いなみたいな感じになってて、うん、多くはまあそのところどころやっぱちょっと弱い部分混ざるかな。重いからね。うん、そこカウンターが今弱いっていうのはあるかもしれない。なんか手札呪文結構あるんだけど、うん、なんか意外と何もできんなとか、うん、動き鈍いなみたいな展開になっちゃう。他のデッキはもう全然もう常にキビキビ動くみたいな。これ一連打が強いですよ。いやそうですね。やっぱりジャンドとかよりが強いかなとか、そんぐらいジャンドと同じぐらいだから。はいはいはい、やっぱり真ん中より下、まあ、結構下よりかなっていう、まあ、気はする。カウブレードにもデルバーにも負けた。いや明らかに不利だよね。まあベーパースの蒸気の絡みつきとかだったら、ね、あの。狼の格闘もかわされちゃうし、うん、さんもされちゃう、まあ、大振りっすよね、やっぱり大振り、うん、まあ、最近のスタンダードなんかその中マナ行きぐらいからが結構強くなって、その辺ぐらいからタップアウトしちゃうようになるから、まあそういうゲーム感の中だと強いみたいな感じなのかな。まあラプナムレッドとかに勝てるかどうかとかその人と気になるんです。ああはいはいはい、まあ、ちょっと今回のラインナップの中だとちょっとラプナムレッドはきつそうだな。ラプナムレッドだったら結構しかしたらネクロもいけるかもしれない。ライトサイズ詰めネクロデッキのアンチで結構そのバーンとかそのデッキありましたよね。当時赤タンカーエンハマったので、ファイヤーブラストないときついけどね、タンが迷ってないから。今のあれですよね、その高橋さんとの最終戦もそのカウンター構えてる間にショックとかその本体本体とか言ってたら、まあ、死んでるかもしれないですよ、うん、まあ、自分で払ってライフ5だったね。そうですね、うん、引く量とかもちょっと難しくなってきたりして、あこれまた昔はネビリルナの円盤で、ね、そう流したりとか、はい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 、まとめて破壊したりネクロポーテンス解除したりしてみたいな。おじさんが喜ぶ、うん、やっぱネクロ入ってるコンボデッキはついに最強だね。ほぼないんだけど、メグルメジャーと多分ネクロ導入とかしかないんだけど、エクステンデの頃そう、うん、その2個ほぼ最強だったから、多分ネクロ入ってるコンボデッキはやばいね。なんか見てて思ったんですけど、その2つのハイブリッドみたいなもんですね。そうそうそう、まあ、ダリ中ネクロがまた1個コンボでコンボ、そうそうそうそれプラスなんかコンボがあるって で、そう他にもあるみたいな、まあ確かにダリチューネクロ1キルに近いです。いや、そう、近い。そのコンボがありながらもう1個みたいな感じなんで。これもこれの踊りで面白かった。まだ結構全部いい勝負だったからね。なんだかんだ。いや、ネクロ、ネクロ。これ一方的な逆。あ、じゃあもっともっと言っていいよ。あ、でも他はいい勝負だった。他はいい勝負だ。カウブレードとかもね、久々に見ましたけど、シミックとまあまあ、まあ、まあまあ、やっぱ最強的だけあるからね、そんな一方的にはなかなかならない。まあその歴戦の猛者相手にちゃんとゲームになってましたからね、うん、そこは、まあ勝敗はついたとは言える、うん、まあ、見てて面白かった、うんうん、カウブレードさんやあのちゃんと、井川君の解説も良かった、ね、ケアしてる呪文もね、ちゃんとそうディスメンバーとスペルピアス両方ケアしてるって言ってくれたから、ね、良かったです、またぜひやってみたい。もっと強いデッキ対決しますか。でそうするとスタンじゃなくなるからね。どういう戦いになるんですか。ピットサイクルとかさ、なんか補充とかさ、コンボだとなんかちゃんと3キルできる、ぶつけ合いになっちゃうのかな。なんかコンボと青いデッキじゃない。
デルバーとかちょっとカウンターが入った強いデッキ、対抗呪文プラス何かユーロブルとか。ポカーンって結構してますけど、周りの視聴者さんも多分ちょっとポカーンって青タンなんですけど、青タンでもうカウンターが20枚パミッションで20枚ポースパイクおじさんが喜ぶポーカーからカウンター。いやでも要するにイタリックブルーとか使っちゃったりとか、イタリックブルーも確かまあ青KJ できついよね、イタリックブルーね。マネイタもきついから、トリニティとか多分マナハラヤ系カウンターだと払えるから、払えちゃう。暗黒の儀式学ばれても払えちゃうから。もうちょっと弱いスタンド、マシンゲットぐらい結構、ファイヤーズとか、ちょっと牧歌的なスタンドがいいかもしれないけど、逆にカードパー下げますから、そう、ちょっと下げたら強いスタンダード、ワールドデッキみたいな、そう、青黒コンとか、黒タイタンとか、サイカとか。で、ちょっと時代ずらして、今までなかったようなやつをやってみる。コンボ抜けば結構いい勝負しよう。サイカと、もう除去は強いから、ボスとかあるし、やっぱりコンボデッキは基本スタンやったら無理だね。異常。やはりご飯くらいのマナブーストとカードを引くカードが強すぎる。ちょっとね、誰しも学ばるのは昔だね。ウーザーブロックも普通にネクロディスクとか見たいけどね。ネクロディスクとかそうだね。はいはいはい、はい、ズーランオブとか使ったデッキとか見たいけど、ね、まあ、エイトナイトとかなんかね、まあ、そういうネクロ使っても弱いデッキにするとかね、はいはい、それぐらいにマシンヘッドとか、マシンヘッドとか、そうそう、ファイヤーでいい勝負結構だけど、結構ゲームだなって感じですね。そうそうそう、フィーシングスペクターが強すぎるっつ、まあ、レベルとかね、引いたダメージが重くのしかかってくるで、ね、いくら引いても 2-2 で殴るだけ、ね、そうそうそうまあ次回ぜひそういった機会で、まあ、高橋さん一応結果的には敗北したという形になってしまったので、ちょっと相手のデッキが強すぎて2倍あったようなもんだからね、すごく OK だそうですね、まあぜひまたお願いしたいというところなんですけどね、あとは皆さんに質問してるんですけど、今年 MTG 的にはどういう1年だったかという質問を、じゃあ高橋さんの方からお伺いしてもいいですか。停滞しちゃいましたね。そこそこグランプリいいとこくらいまで行くんですけど、それ以上に勝たないし、プロツアーでは全部60以内入らなかったので、もっとオールインしてみようかなと、うん、来年はより一層のオールイン、もっと覚悟を決めたいということは、ライバルズを、はい、目指さないとダメだと思います。アマちゃんだな日本人が一人ぐらいはまだ分かんないですからね、もしかしたら、ね、まだ材料は強さある、はい、でも俺の予想ってもう来てるはずなんですよね、入るからもうちょっと実は決まってるけど黙ってるみたいなね、あー高いですよね、俺はニヤニヤしながらもうその通知書を組み合わせ1月発表だからもう来てる、うん、そう、もしか決まってるなら確かに1月に発表するって書いてありましたね。ヤスさんどうですか、まったり、MP でちょっと忙しかったですけど、まだ戦い抜いて、しかも無事に残留決めたって残留ぐらいですね、まあ、あんまり目指してたわけないから、まあ、一応今年も勝ったら残留ぐらい、うん、まあ、まったりやっていこうかなって感じで、まだ戦い抜いて、やっぱりちょっと目指すと本気出ないけどね、やっぱりワールドとか、はい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 、何目指すと本気出ないけど、まったり残留ぐらいが一番、2人的にはちょうどいいかなって規模が伝わってこないまったり残留するか、そうそうそう、まったり残留まあもともとその APL 12月に行ったじゃないですか、もともとの時点で伝わってこない、まったり勝ちなくらいかなみたいな、まったり残留、はいはいはい、もともとそれだけど、その MPL が発表されてちょっと、うん、そのプラチナやっぱり厳しくなったから、まあ、結構乗せられたっていう、はいはい、まあ、まったりとは少し下がったかもしれないけど、まあそんなにやんなくてもなんとかなったから、プラチナやっぱり今良かったからね、まあギリギリでしたけど、やっぱり全然わかりませんでしたねということで、そう、皆さんも何を言っているのかよくわからなかったでしょうけど、やっぱり、ね、やりすぎるとね、ちょっとマジックやっても勝つわけないからね、難しいよね、はい、まあ、うまくやる、付き合うっていうのが大事だから、うんはちゃめちゃが押し寄せてくれたコメントが来てます、はい、そんな感じで、まあ、一応さんお土産持ってきたんで、おお、はい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 、ヤスさんからお土産が、まあ、家に転がったブースターパックとプレイマットを持ってくるという、はい、お、じゃあリバイズどうとか、リバイズ、いやいや、まずプレイマット、はい、なんかいっぱい、なぜか家にいっぱいあったやつ1個、おお、いっぱいあった、いっぱいある、おお、これは25周年、実は結構家にあるんだよね、いや、絶対こうある
ですか。価値高いやつ。これは高いやつじゃないですか。じゃあこれと、マジでこれと、ありがとうございます。これが12パック。12パック。12パックが12種類。12種類。マジでね、本当に転がってたやつだから期待してほしいんだけど、はいはいはい、まず珍しいの、はい、基本セット2015 魂シリーズ再開。何があったか分かんない。いやでもパイオニアでね、そう再開する前のやつですね。2019ので19もある。19とか15、19、これ20もある。今日20とか20、はいはい、最新、あとはイニストラードでしょ、カラーでしょ、はいはい、とか、あこれゲートウォッチね、近いじゃないですか。あ、ゼンディが結構、今入ってるんで、はいはい、で、はい、イカイズキ、はい、あ、イカイズキですね。と、あとは、最近の、はい、もう大好き、みんな知らない、イクサラ。何でも入ってる、みんな大好き。その、恐竜大好き。で、はい、ラブニカ2個、最近のかな、これ多分。あ、献身とギルドですね、はい。はい、はい、はい。と、この辺に転がってた、モダン、はい、モダンマスターズ、これ2019。モダンマスターズ。で、これモダンマスターズいつとかもわからん。はい。はい、いやこれ一番最初の。最初のやつ。で、これモダンホライゾン。はいはいはい。で、アルティメットマスターズ。マジで強い。まあ、転がってたんで適当に。はい。じゃあ、こちら。はい。あ、それとなんか、このナップサック。あ、これちょっと違います。これはかなり珍しい。これいつあれですか、アリーナ MC のやつですか。アリーナ MC、あ、もう一個あった。破滅。よりによって。最後よりによって、破滅。これはかなり少ない、レアルタック。見たことないです、見たことないです。レアルタック。じゃあこれを大会で背負ってたら、ヤスさんのが当たった。当たったと。はいはいはい。なるほど。もうなんなら安岡招待かなって。はい、なんで、はい、どうぞ、うまく使ってください。いやありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。長時間のプレイ。1点差、1点詰めたんで。1点詰めた、確かに。原根軍団と今、1点差で小島軍団。そうですね、6-4 の状態から3に入って、9-8か。9-8ですね。9-7、7-8か。7-8。はい。ここからは、そうですね、やっぱり強いプレイヤーの家にはパックが転がっているということが。まあなんかあのみんなね、そのあんまりプライズとかに興味がなくて、なんかこうもらってもなんか放っておくとかは結構ある感じですね。原根さんちはどうですか。まあまあです。売らなきゃなって言いながらスタ持ちしている。もう持ってるから開けても仕方ないんだよね。さあ、ということで、ちょっとここで、その今、ワンさんの画面をシェアしてもらったやつを、そうですね、カメラの位置を調整したい、ここのページで。いや、なんか今、映ってないんですよね、今ライザさんの画面を映してる。そう、ライザさんの画面をシェアしています。はい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 、うん、じゃあこれを消した方がいい。あ、なんかあ、そうだそうだ、確かに、こっち側スプレッドシートが出てる。じゃあ、テストをして広がってですね。次はこの中にね、禁止、特殊禁止に詳しい方は、お客様の中にマニアックなカードに詳しい方は、まあ言うてパイオニア、あの誰もこの2人を測れるのか。しかも今回お題が結構きつかったですね、縛りが。あ、そうだ、使いやすいものは全部禁止されてるんで。いやだからそれはそうよ、それはそうよ。そんな服用で、はい勝ちとか言われてもね、ちょっとボーラスで、はいとか言われても、ボーラスしたかったな。さすがにね。でもブラスカとかそういうところに行かないんだね。時間空けるんだったら持ってきたかな。あ、本当ですか、竹村さん。じゃあ竹村さんズプレゼンツ。プレゼンツ。ありがとうございます。これカメラを駆けつけてきたよ。はい。山奥から駆けつけてきたよ。ちょっとね、体調悪くてね、ちょっとこの場でプレイできなかったのはちょっと残念だったんだけど。いや、まあ、そう、お越しいただいた。ちな
何？今こっちの画面にしてる。ちょっとアングル変わってる、斜めみたいな感じ。どう？あ、ちょっとこっちの方が映るかなと。でもどうだろう。もうちょっとこっちに寄せないとさすが斜めすぎるんじゃない？斜めすぎます。この画面この画面になって、うん、こっちが今映ってる画面。あ、そうなんだ。はい。一応全員映るように。はいはい。あっちですね。あっちに向けてやっていただける、うん、でももう9時半だよ、浜さん。全員映るように変えたっても。はいはい、はい、これ皆さん何だと思います？もう持ってきたよ。これマジックリーグ？違う。これもつい最近。これつい最近。ファイナルズ。でなんかロチェスタードラフトはい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 呼ばれたんだよね。ということは私やっていいのっつってやったんすよ、はい、ね、まあ、無事皆さんそのお金に目がくらんだ人たちがまあまあピックしないことまあカードをピックしないっつってえいいのっつってお前のデッキまで最強やけどで作ったデッキね、これはい持ってきました。これもうそのまんま持ってきました。青白デッキですね。青白、はい、もうテフェリーはじめにテフェリーのフォイルはじめにもう全部フォイルでございます、まあ、ということでね。ツイッターで見ましたけど、はい、かなり強そうなデッキでしたね、うん、本当負ける気せえへん地元やしすまんなカネピーってということでね、まあ、これ丸ごとそのままプレゼントに出します。おー、え、テメリーも入っちゃった。あ、テメリーも入ってフルっぽいですげえ。すいません、ちゃんとねスリーブに入れておきますんで、1名の方ね、はい、ぜひもらってあげてください。セットで入る、すごい。これで大会出ちゃったり。大会はまあでも構築済みみたいなデッキだから。いやマジで強いですね、本当に強くて。だからあと20枚足してもらってね、もう40枚デッキだからまあなんかホイール買ってもらっ てむしろサイドボードにホイールがいっぱい入ってるから、それも丸ごと入ってますんで、はい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 、まあ適当にね。あの滝村さんのスピード見ましたけど、結構なスピードで 3-0 優勝をもうしてました。決勝の相手結構強かったけど、ずっと待ってた。もうこうやって終わるのずっと待ってた。僕の方の片方 そのブランケットはもう音速で僕が倒すんで、あのこうやってまだ終わらないのってで、決勝に来た方が、はい、その1番にピックした方で、リリアナピックした方で、いや僕はそのスピットでもいいんですけどねとか言ってくるから、いやそんなわけねえじゃんお前に全部渡すかよっつってありえんぞっつってわしはやるぞっつってこれ以上何を持って帰る気だっつって、お前はこれ以上何を持って帰るんだっつって置いていけっつって置いていけっつってうるさいっつって黙ってそこに座れっつってでかっぱらってきた。かっぱらじゃんということで、ね、はい、まあその商品をね、まあ、何かしらのねプレゼント企画とかでね使えればいいなと思ってますので、はい、魂こもってますね。このデッキはもうその血使用がもうこれもう対戦相手の血がついてるかもしれないからそれだけはねちょっと許して血痕がまあついてるそう。ついてるかもしれんが、ね、これその時についたやつなんだな。そう、あ基本チケもボイルだった。基本チケもボイル、うん、すごいです、ね。まあ、ぜひもらってください。はい、まあ、これこのまんまね。いやありがとうございます、はい、じゃあこのままぜひ A さんとライズさんも、はい、ゲームの解説にもいやー聞いてます。はい、あもう準備整ってる感じでしょうか。一応もう対戦画面で、まあ、先手後手でなんかまあ決めれるところにいます。はい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 。あ、セブンとか。あ、なんかあの負け戦とかありにしますか。マッチ単位の。どうだろう。まあ運ということで。とりあえず、うん、そう。メイン一本勝負かける3。なるほど。